はい、レクセン人工知能矢島です。本日は民法の担保物件に関してですね、論文試験でこうね、特に大事な重要事項の確認しまして、でその後の司法試験の平成25年で設問3で抵当権の物上代のそのね、ちょっと問題が出てますので、それを通じてちょっと私の回答例昨日作ったのがありますから、それでちょっと論文の書き方なんかをね勉強していこうと思ってます。で、テキストのですね、今日お配りしているやつ1冊になりますけれども、途中テキストの中に記号丸とかね、ひし形とか三角とかがついているところがあるんですけど、特にこのね丸ついているところで黒丸ついているところって答案にこう規範とかね要件効果として書くことがあるから、こういうのね理解して記憶をちゃんとするような形で復習しておいてもらえればと思うんですよね。で丸に関して白丸のところがあるんですけど、そこなんかはこうガチガチに暗記しなくてもいいんだけど、そこを読んでね、あこういうことが書いてあるんだなって形でしっかり理解できていると、その黒丸のところのね深みがこう答案出せるようになるんでね、そんな感じでやっといてもらえるといいかなと思いますね。実際試験の科目って多いじゃないですか、司法試験でも予備でもね、予備試験でもね。でそうするとなんか何でもかんでも完璧にやろうとするとね、なかなかこう科目全体が回らないんで、ぜひ優先順位つけてなんか効率よくねやっていってもらいたいと思います。というわけで、このレジュメ復習するとき丸のところをねしっかり中心にやっていってもらえればと思いますね。じゃあ、そんな感じでですね、3ページのところ、まずざっとねこの抵当権、今日は特に最終的には抵当権の物上代のね司法試験の論文の問題が解ければいいんで、その前提としてちょっと抵当権のお話を、しておきますね。3ページのところなんですけれども、第5章抵当権でね、このまず縦位置の、矢印のところです。抵当権ってどういうものなのかというと、債務者とかね、別に第三者でもいいんですけれども、債務者やその第三者、ね、債務者以外の第三者が、その目的物の占用を移転しないでね、担保に供した不動産などから、他の債権者に先立ってね、債務者が弁済できないときはですね、その抵当権をつけた不動産から他の債権者に先立って、優先弁済を受けられる、そういうね、権利、特に担保物件、そういうのは抵当権というふうに言ってきますね。で、抵当権者は、目的物の占用を抵当権設定者のもとにね留めて、交換価値だけを把握するっていう、そういう権利になってます。だからこれ便利なものでね、試験なんかだとその目的物に担保権設定するときにね、その目的物をその債権者の方に渡さなければいけませんけれども、抵当権なんかはね占有そのまま留めておけるんで、いろいろ有効活用できるという形でね、便利なところがあります。で、それからその目的物ですけども、不動産、それからちょっとねしたことですけど、地上権とか栄光作権ですね、担当試験なんかだとこれ全部必要になりますけど、論文試験との関係では不動産で、もしかしたら地上権ぐらいのね問題出るかもしれないですけど、ここを押さえておいてください。それから、これね抵当権の成立要件、論文でねもし抵当権の問題が出たら、とにかく成立要件書けないとしょうがないんですけども、その成立要件に関わるところです。これ黒丸にしておきましょう。抵当権設定契約は学生契約です。ただ、目的物の所有者だけが締結できる物件契約っていうふうに言われてるんですよ。担保物件のところでこう出てくる用語なんですけどね、この物件契約っていうのはね。というわけで、この抵当権の、設定契約の性質ね、学生契約でかつ目的物の所有者だけがねできる物件契約なんだってことを押さえておいてください。こういうのが分かってると、例えばさ後でやりますけど、抵当権に基づく例えば妨害排除請求権とか、そういう抵当権に関するなんか論点が出たときに、まずそういう権利が認められるためにはまず抵当権がなければいけないじゃないですか。そういう時のその抵当権発生要件のところでね、こういうことを書くことができますんでね。で、この次のところですけども、抵当権が成立するためには非担保債権が、存在することが必要、その抵当権によって担保される債権のことを、非担保債権というふうに言ってきますけども、それが必要になってきます。でそれ以上踏まえて、要件を、まとめておきます。抵当権の成立要件ということで、まず丸1、非担保債権の存在ね、これは不自由性の観点からですね、具体的には例えば消費貸借契約とか売買とかさ、非担保債権の発生原因事実を具体的に答案に書いていくことになりますけども、そういう形でその非担保債権が、存在するということをまず一つ言っていきます。それから丸2で、その抵当権設定契約ですね、抵当権の、設定者、債務者、第三者、別に物上保証人でも構わないんで、第三者でもいいんですけども、債務者あるいは第三者とその債権者、抵当権者との間で、抵当権をね、あるその丸1の債権を担保するために、抵当権をねつけるっていうその契約を学生ですることが必要になります。それから丸3のところで、物件契約っていう話しましたけども、その丸2のね設定契約当時に、その設定者、債務者あるいはねその第三者、物上保証人でも構わないですけど、いずれにしろその設定者が目的物の所有権を有していることね、これが抵当権の成立要件になってきます。でそうするとさ、後でやりますけど、例えば抵当権に基づく妨害排除請求権の要件っていうのを考えるときに、これが元になりますよ。例えばさ、所有権に基づく妨害排除請求権の要件ですぐ出てきますかね。所有権、自分に所有権があって相手に占有が、あるっていう話になりますよね。でそういうときにそれが要は所有権バージョンじゃなくて抵当権バージョンに変わったような感じになってくるから、所有権の代わりにまず抵当権
権で、その抵当権の要件の中身がこの3つのものになってきますね。で、相手方占有、ただね、後で判例法理がちょっとあるんですけども、あの抵当権に関してはちょっと妨害排除請求するための要件が判例で加重されてます、まあ、それはちょっと後で話していますけど、いろいろ応用範囲が効くところでありますのでね、このところちょっと押さえておいてください。あとは、抵当権もあの、物件の一つですので、第三者に対抗するにはね、登記が必要になってくるということで、177条ということになってきます。あとは次ちょっと細かいんで三角ぐらいにしておきますけれども、優先順位は丸、ひし形三角ってどんどん下がっていくんですけども、抵当権には不自由性がね、さっき言った通り、ありますので、抵当権を設定するには、非担保債権が存在することが必要になってます。ただ、条件付きあるいは期限付き、その他ね、将来発生する債権を非担保債権とする抵当権を設定することも、実際上あの判例でね、認められてました。で、こういうのはあの不自由性の緩和なんていうふうに言いますけども、こういうちょっと知識を、入れておくといいんじゃないかと思いますね。論文試験のだから事例処理するときに、まだあの現時点でね、抵当権設定契約した時点でまだ非担保債権があの発生してないんだけど、それだけをもってその丸一の要件を書くから抵当権が成立しないっていう判断をしちゃいけないんですよ。このね、判例の知識があれば、そういうね、判断をしないっていうことができると思いますね。論文試験の事例処理するときにどういうふうに役に立つのかなっていうのを考えながらやってるとね、意外とこう勉強も楽しくできると思います。で、それから4ページの方いきますね。縦2のところですけども、非担保債権の範囲というところです。矢印のところですけども、抵当権の非担保債権はね、高順位抵当権者の担保価値、抵当権で便利でね、ある同じ不動産に関して、第一順位の抵当権つけたら、まだあの第二第三とね、どんどん同じ不動産について抵当権をつけることができるんですよね。ただその抵当権の非担保債権の額って登記されてるんでね、そこを超えちゃうと、実際上その不動産の、あの競売した時にね、その不動産の競売価格がその当初のね、その先に設定した抵当権の非担保債権の額を超えてしまうとですね、高順位抵当権があっても結局優先弁済を受けられなくなることはあるんですけれども、ただ一応ね、こう複数の抵当権を同一の不動産にですね、こうつけることが可能になってますね。で、そういった時にですね、その高順位抵当権者の担保価値の把握についての予測可能性をね、不当に害さないようにするために、ちょっとこう非担保債権の範囲限定されてまして、元本と満期となった最後の2年分の利息、その他定期金に限られてくるということになってます。ただあのこの最も以下のところなんですけど、抵当権を設定した人、要はあの債務者あるいは物証保証人でもそういうことがありますけれども、この抵当権を設定した人に対してね、なんかこの非担保債権の範囲がこれだけに限られるっていうのは明らかにおかしいですから、この人に対してはそういう制限がありませんね。あと今言ったやっぱりその高順位抵当権者の予測可能性を確保するという趣旨からすると、2個目のブロックですね、遅延損害金もやっぱ通算、その利息と通算してね、やっぱ2年分って形で限界があるっていうところになってきます。あとはちょっと面白いのがこの次のブロックのところで、不当利得返還請求権と抵当権の非担保債権でちょっと見出しをつけているところですね。これはこんな事案なんですよ。労働金庫というのが、あるんですけど、労働金庫から、金銭消費貸借でお金を借り入れた X がですね、その貸金の担保として、自分の所有する不動産に抵当権を設定しました。ところが労働金庫っていうのはいろいろ法律上縛りがありまして、その組合員以外の人に対してですね、その因外貸付っていうのが禁止されてるんですよね。目的の範囲外だってことで禁止されてます。で、これ強行放棄ですので、こういうことをやっちゃうとその貸付自体無効になっちゃうんですよ。さて、そうするとそのさっきのほら抵当権の成立要件を思い出してくださいよ。何との関係で問題になりそうですかね。そうするとその要は例えば不自由性、あの非担保債権が要は無効になってしまうとね、そうするとその不自由性の観点から抵当権もなんか無効になっちゃうんじゃないか、そんなところが一つ問題になってきます。ただそれを理由にそのお金借りた人がさ、なんか自ら抵当権の無効を言うのっておかしいですよね。自らお金借りて抵当権つけておきながらね、自らそれ言うのおかしいじゃないですか。そう、皆さんどうですか。こういう時ってあの民法を勉強してる時にさ、全体的にほらこういうなんかおかしいことを封じ込める法律構成って何学びますか。要は自己矛盾行為なんですよ。自ら自分でね、お金借りて抵当権設定しておきながらそれが無効だって自ら自己矛盾のことやってますよね。そういう自己矛盾行為に関しては大体広くこうなんか民法を勉強していくと、審議則をね、大体理由にあのそういうね、主張を許さないようにしてますね。自己矛盾行為絡みのところはね。で、現に、この判例も審議則っていう法律構成を使ってね、うまい具合に、処理してるんです。ちょっと見ていきましょう。4ページの今のね、ブロックの2段落目のところです。最高裁は因外貸付が無効であったとしてもね、 X は Y に対して貸金同額の金銭の不当利得返還義務をと、確かに消費貸借契約に基づく貸金返還請求権、それは因外貸付でこうあの、強行放棄に反して無効になっちゃうかもしれないけど、同じ規格の、不当利得返還請求
義務を負うでしょうと。で経済的に見たらね、要はまあ言い方がちょっと語弊あるかもしれないけど、分かりやすく言えば実質的に見ればね、経済的に見れば実質的に言えばその不当利得返還請求権をまあ担保するっていう形で抵当権も残るんですよというふうにまあ言ってます。でその法律構成が新義則なんですよ。やっぱりこういう自己矛盾行為が出てきたときはね、この新義則を使って結構判例が処理するところがあります。まあ、ただまあ実際受験生があんまり何でもかんでも新義則ってやっちゃうとさ、本当はねちゃんと知識があれば法の明文の規定で処理されるようなできるようなところを新義則でやっちゃうと当然そこは点数になりませんので、まあ、最後の手段ね、こういう一般条項で事例を処理するのは、まあ、新義則とか権利乱用とか全部そうですけど、こういう一般条項で処理するのは本当に最後の手段ですのでね、こういうのはあの当たり前のことと思わないように気をつけておいてください。まあ、ここだけはどうしてもね、あの明文の規定で処理できない、でもやっぱ不都合なんですよね。そこをもう最後の手段で新義則でね、あの解決してるっていうところを意識しておいてください。それから縦算のところですけども、抵当権の効力のところを見ていきますね。括弧1のところですけども、抵当権の効力が抵当権が設定されている土地や建物に及ぶのはまあ当たり前、ですけれども、さらにね、抵当地の上に損する建物を除きまして、これはまあ条文上こうなってるからしょうがないんだけど、抵当権の目的である不動産に付加して一体となっている物にまで及ぶんですよ。だからこうあるね建物をなんかに抵当権つけちゃうと、この370条の規定がありますので、その建物と付加一体物になっているものに関して、抵当権が自動的に、ね、効力が及んでいくということになってきます。まあ、抵当権者の実益としてはさ、競売をするときに、ね、その抵当権をこう設定受けた建物だけじゃなくて、その付加一体物も含めて競売出せるから、まあ、より、ね、多くのこう配当を、まあ、非担保債権の額はもちろん限度ですけれども、より多くの配当を受けられる機会が出てくるというところになってきます。で一応ちょっと条文ね、この370条すごい大事な条文なんでちょっと一回読んでいきましょう。ここね条文つけておきました。抵当権は抵当地の上に損する建物を除き、その目的である不動産、まあ、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶんだということになってますね。とりあえずこの本文のところしっかり押さえておいてもらえればと思います。で今度括弧2のところですけども、不合物、これは物件のね総論的なところでまあやるんですけども、不合物242条本文は370条の付加一体物に含まれるということでね、抵当不動産の不合物に抵当権の効力が及ぶことに相違ありません。でちょっと具体例、この下のブロックのところです。不合物というのはですね、この242条の本文に関して言いますと、不動産に住として不合した物を言います。で、不合物の所有権はね、当該不動産にまあ通常吸収されます。まあ、例えば土地、これ不動産ですよね、土地上に根付いた木など、まあ、土地に符合して独立性を失ったものは土地の不合物となってきます。だ例えばさ、土地に抵当権を設定すると、その不合物であるこのね、木、こっちの方にも抵当権の効力が及ぶことになってきますね。ただまあ今日はちょっと細い話やんないですけど、あの木ってさ、あの例えば明認方法を施すとか、あるいはあの流木登記法でね、まあ、登記するとすると、まあ、独立の不動産として取り扱われることになるんですけど、まあ、今日はちょっとその話は置いときます。これはちょっと物件総論の方でね、まあ、やることですのでね、ちょっと今日はそこは置いときます。あともう一つの例ですけども、建物の増改築部分でね、建物と一体となって独立性を失った部分、ここも建物のまあ不合物ということになってきますね。ですので、まあ、抵当権を、ね、元の建物のところに設定しておけば、その後の増改築部分のところもまとめて競売できるということで、まあ、抵当権者が、ね、に便宜になってくるということです。で論点になるのはあの6ページですね。まあ、論文試験でも、まあ、こういうところが問われる可能性が高いと思うんですけど、重物です。でこの矢印のとこね、カッコさんの矢印のとこですけど、重物が抵当権の効力が及ぶね、付加一体物に含まれるのかということが、まあ、問題となってます。で重物ってどこで勉強するかというと、あの民法の最初のね、相続の、まあ、ところでやるんですよ。で例えばその重物の要件ってあの皆さん覚えてます？あの結構重物っていろんなところで論点になるから、ある程度あの大枠は押さえておいた方がいいと思うんですけど、あの一応主物の効用を助けるっていうのはすごく分かりやすいと思うんですけど、ただいくら主物の効用を助けるからといってね、その主物と重物の独立性がなくなっちゃったらどうなります？それって前のページでやったあの不合物になっちゃうんですよ。ってことは、まあ、逆に言えば重物っていう概念が不合物と違ってあるっていうことは、まあ、独立性ある程度ね、その、まあ、主物の行為を助けるっていうところはあるんですけども、その主物である程度独立していることが必要になってきます。でそうするとその重物の独立性ゆえにですね、この370条ね、要は抵当権の効力を拡張する効果があります370条の付加一体物ってちょっと言いづらくなるんじゃないかというところ、そこがまあ問題の取材ですね。でこの点に関しまして、今のね2行目の、ね、終わりの方から3行目にかけて、はい、すみません、1行目の終わりの方から、ですけども、不可一体物の意義をどう捉えるかについては、まあ、経済的価値的な、まあ、一体性、そこを重視する見解と物理的な一体性、そちらを、ね、注視する見解とで結論が、変わってきます。まあ、物理的な一体性を重視するとね、さっき言った通り、あの重物ってやっぱあの不合物じゃないからね、あの物理的には一体じゃないんですよね。そうすると370条の、抵当権の、ね、効力を及ぶ
範囲を拡張する370条の不可一体物って言いづらくなっちゃうんですよ。ところが、まあ、経済的価値的な一体性という点で捉えると、まあ、結局ね、その主物の効用を十分さえ助けてくれるわけであって、その抵当目的物の担保価値を経済的に上げてくれるわけなんですよね。まあ、そういう観点から、まあ、経済的な一体性というところを着目すると、まあ、不可370条のね、抵当権の拡張の効力を認める、まあ、不可一体物に当たるんだというふうに、まあ、判断しやすくなるんだと思います。で、判例はね、まあ、どっちかというとその物理的一体性の方を重視しているようでして、次の段落ですね。判例は不可一体物の捉え方につき物理的な一体性の有無を、ね、重視する見解を取っています。すなわちっていうところの後だけど、重物は不合物と異なり、ね、物理的に独立性があるので、まあ、これがなくなるともう不合物になっちゃうからね、前のページのね、まあ、物理的に独立性があるので、まあ、不可一体物には含まれないと。ただね、判例もちょっとこう修正をしてまして、この最も以下のところですけど、重物は主物の処分に従うっていう、まあ、条文があるんですよ。87条の2項ね、後で授業終わったら一回見ておいてほしいんですけど、重物は主物の処分に従うというね、87条2項があります。で、それをね、抵当権の設定行為をここでいう処分というふうに見まして、で、抵当権設定当時から損する重物にはね、87条2項を根拠に、まあ、抵当権が及ぶんだというのが今のね、まあ、昔の判例なんだけど、これ別に変更されてないんで、今の判例の立場でも、ありますね。というわけで、ここのところですね、重物になってくるんだっていう話になってきます。で、学説の方ではですね、その不可一体物の捉え方につきまして、まあ、やっぱ経済的価値的な一体性、こっちを、ね、重視する、見解が非常に有力になってます。で、こちらの見解を捉えますと、その要は重物が、ね、その主物に、こうくっついた時期を問わず、まあ、とにかく、ね、もう抵当権に、あの抵当目的物にですね、重物がくっついちゃった以上は、まあ、経済的価値的にも一体になったものとして370条の条文、要は不可一体物にそのまま当たるというふうに考えているんですよね。なので、まあ、理屈はちょっと簡単なります。事例処理するときにね、まあ、判例の見解、要は物理的一体性をちょっとこう重視していきますと、まあ、結論としては結局抵当権の設定時にその重物があったのかどうかというところでもう場開けになりますけども、この学説の方みたいにね、経済的価値的一体性の方をまあ重視していきますと、まあ、別にそこの場開けはいらないと、まあ、とにかく抵当目的物、その方ね、建物でもまあ土地でもね、抵当目的物にまあ何か重物が崩れてきちゃったときは、まあ、常にその370条を根拠にね、その重物の方にまで抵当権の効力が及ぶというようになってきますね。これはわりかし論文試験でも狙われやすいところだと思いますから、しっかりと理解を、ね、しておくといいんじゃないかと思います。で、この点に関しまして、そのじゃあ抵当権ってさ、さっき言った通りさ、物件ですから第三者に対抗するには、まあ、登記がね、177条の登記が、まあ、必要だって話をしました。じゃあ重物に抵当権の効力がじゃあ、ね、及ぶんだとしても、じゃあそこをどう公示するのかっていう問題が出てきますよね。例えばね、そこのところね。で、そこをちょっと触れてる判例がこの下のところになってるんです。この点に関しましてはですね、最高裁はっていう段落をちょっと見てください。6ページの最後のブロックの、ね、2段落目、最高裁昭和44年判決はですね、さっき あのご紹介した、ね、大使院の、この大正8年3月15日これを引用をしてですね、抵当権設定時の重物に抵当権が及ぶってことをまあ言った上で、この事案の抵当権設定時にもすでに、重物があった事案なんでね、これ軽く触れて、別に特に論点にしないで軽く触れて、でその後ね、下から3行目ちょっと太字にしているところですけども、抵当権の設定登記をもって、370条により抵当権設定時に存在したその重物についても対抗力を有するんだということで、まあ、この対抗力が、ね、370条根拠に重物にも及ぶんだということを言っている判例があります。で、とりあえずここ三角ぐらいなんで、ちょっと難しいと思ったら、まあ、やめといていいからね、丸のところちゃんとやって、さらに四型のところがあればそこやって、余裕が出た時に見てくれればいいから、一応判例こういう判例があるのね。で、これもうちょっと見ていきますとね、7ページのところの一番上のブロックなんですけども、今ご紹介しました、昭和44年判決はですね、重物が370条の不可一体物に含まれるということを直接別に判事したものではありません。そういう事案だったんですよ。要は抵当権設定したときにもうすでに重物があった事案だったんで、それで軽くまあ触れてて、そこ別に論点になってなかった事案なんですね。ただね、この判例を根拠に重物が370条の不可一体物に含まれるんだってことをね、判例が言ってるんだっていうまあ学者さんもいます。だから皆さんが読む本によってはこういうこと書いてあるかもしれませんけど、そこのところはね、まあ、こういうふうにまあ見るのも別に不可能ではないっていうぐらいな感じでまあ見ておいてください。ただこの次の段落のところですけど、さっき言った通りね、この判例はもう重物が抵当権の設定時にすでにまあ存在していた事案で、まあ、そもそももうその抵当権の効力が重物に及ぶことが明らかな事案だったんでね、まあ、これをもってこの大審の判例と違うようなことをね、この44年判例が言ってるっていうのはちょっとね、時期尚早早すぎるんじゃないかというような感じはするってことですね。
はい、でそうするとさ、論文試験の時にじゃあ結論どうすればいいのかって話なんですけども、まあ、判例の見解に立って、まあ、その程度圏設定時に、まあ、重物があったかないかでね、そこで場合上げしてもらってもう構いません。ただその時対抗力の話で370条以外に実はうまくそれを、ね、使えるようなものがないんですよ。というのは例えばそのほら大体重物でも動産じゃないですか。そうすると その、ね、そもそもその第三者に公示するっていうことがなかなかできないから、程度圏その程度目的物である土地とか不動産はいいんですよ。それはもう程度圏の登記それしてるからね、建物がその土地とかね。でも例えばその建物の中にある椅子とかさ、例えばじゃあ飲食店の建物に、その程度圏をつけたとしますよ、建物にね。でその中にある、まあ、椅子とかテーブルとかそういうその飲食店 その営業に使うようなものもね、まあ、重物になる余地がありますけれども、まあ、そうしたところに程度圏の効力が及ぶかどうかっていうのは登記できませんのでね、その椅子とか、テーブルとか。そうするとそこに対してじゃあ対抗力が及ぶ、あ逆にあの対抗力が及ばないっていうのはじゃあありうんのかっていう話なんだけど、それはそれでやっぱ不便じゃないですか。まあ、わざわざその重物に対して程度圏の効力が及ぶって言っておきながら対抗力はじゃあ及びませんなんて絶対ありえないですから、そこはね。だから何らかの形でその第三者に対してやっぱ対抗力を及ぼす、まあ、必要が出てくるんですけど、その根拠がなかなか見つからないんだよね。じゃあここでね審議則とかって言ってもなんかピンとこない。でそこでここのところはやっぱ370、まあこういうところは44年の判例に乗っかって、まあ、370を根拠にね、まあ、対抗力が及ぶっていうふうにやるのも一つの手だと思いますね。でそうなると実はそもそもその重物に程度圏が及ぶかっていうところも370条を根拠に認めちゃった方が実はすっきりするんですよね。まあ、重物が及ぶか370条で呼ぶんだ、でして対抗力もどうなんだ、それも370条と呼ぶっていう風にやった方が多分やりやすいと思うんで、その筋でいいと思います。だけど論証例、これをねちょっと作ってあるんで、まあ、最終的にはこれを使う人は使ってください。最初のね1段落目のところは、まあ、その重物に定当権の効力が及ぶかって話 で2段落目のまたっていうところが、ここが対抗力が370条根拠にね、重物にも、まあ、及ぶんですよって話になってます。だからこれどこまで書くかはケースバイケースですね。別に対抗力の話が論文試験の問題でその、ね聞かれてないのにわざわざこの370条対抗力の話する必要がありませんけど、もしそこまでこう論じていかないと事案が処理できない、というような、場合、例えばその飲食用の建物にさ、まあ程度圏つけて、でその中の、まあ、飲食用の営業に使ってる、まあ、椅子とか、まあね、こうテーブルとかが重物だとして、そこの所有権をさ第三者が争ってくるような時は多分この対抗力まで書かないと事案処理できないと思うんですけど、そういう事案じゃなければその手前のところでもう終わりだからね。だからもうケースバイケースですよ、どこまで書くのかってね。論文試験ってそういうもんですからね。でちょっと判例ご紹介します。論証例ご紹介します。主物に定当権の設定がされちゃうとね、重物にも定当権の効力が及ぶかっていうのが問題です。で定当権は担保目的物の経済的価値を把握する権利であることから、370条の不可一体物に当たるかは、ここね判例は、まあ、物理的一体性重視してるんだと思うんだけど、そうではなくてね、物理的一体性じゃなくて経済的価値的一体性重視して判断すべきだ。そして、重物たる定当目的物、主物たる定当目的物のね、重物は主物の効用を助けて、主物のね経済的価値を、まあ、高めるものであるから、まあ、定当権の設定の前後を問わず、まあ、不可一体物に入るんですよという形でやっていくといいんじゃないかと思いますね。まあ、経済的にこう価値を高めるんだというところをちょっと指摘してもらってね、経済的価値的な一体性があるから不可一体物に当たるとか例えば書いてくれてもいいしね、もっと短くね。まあ、こんな感じでよく意味を理解しておいてもらいたいと思うんですよね。で意味理解してるともっと短くね、今みたいに、まあ、結局、まあ、その不可一体物というのは、まあ、経済的価値的一体性を言うんだ。そして、重物というのは、まあ、主物を経済的価値的一体性に高めているから、まあ、定当権の設定の前後を問わず、もう重物には不可一体物としてね、定当権の効力が及ぶぐらいな感じで、まあ、短く書こうと思えばいくらでも書けますのでね、よく意味を、まあ、理解しておいてもらえるといいと思います。で今度またっていうところですけども、対抗力、重物が主物と不可一体物のありね、主物に設定した定当権の効力が主物にも及ぶと解する以上、まあ、主物である定当目的物につき定当権設定登記がされて、定当権に対抗力が認められる限り、その対抗力は370条にね、定当目的物と不可一体となった重物に及ぶと考えると、まあこんな感じでしょうね。論文の試験の問題どんな事例出るかな。まあ、例えばじゃあちょっと繰り返しになるけど、飲食店用の建物にじゃあ定当権つけて、で、まあ、その中にまあ、ね、じゃあいろいろこの調理器具とか、まあ、その他いろいろこうあるとするじゃないですか。でその、調理器具のところとか、つまりその建物以外のところのなんかこう譲り受けた第三者がいて、でそれをまあその定当権者との関係でね、そのこう争う所有権を争うっていうことがあり得ると思うんですけど、まあ、その時このね370条の対抗力の話をしてもらえれば、まあ、どっちが優先するかっていうのが分かると思います。でそうするともう結論分かるでしょ。もうあの建物に定当権の設定登記さえしてれば、あとはもうそれが重物に当たる限り自動的に対抗力がありますので、まあ、第三者の方は残念ながらねちょっと保護されないって形になっちゃいますね。ただあれだよね、ここは応用ですけど、
動産の場合って基本でも即時取得があるからね、ある意味まあ対抗力が及ばないようなものをまあ売って第三者に対して、あるいは抵当権者が第三者に対抗できるようなものをまあ売ってしまった、動産を売ってしまったと、そういう場合に、まあ、ある意味無権利者から、その要は買った人からしたら無権利者からまあなんか物を譲り受けたような、動産を譲り受けたような状況にもなりますので、即時取得の要件を満たしたら、まあ保護される余地は出てくるでしょうね。というわけで、まあなんか事例処理するときにいろいろなんかこういろんな知識を駆使してね、処理するっていうのは大事だと思います。ただ即時取得の要件って結構厳しいよね。主観的な要件として、まあ善意と無過失までまあ要求されますから、まあ逆に言うと、まあ無過失、まあ過失がね、軽過失があるんであれば当然、そのまま抵当権者の方がね370条でまあ買っていくっていう形になると思いますけど、まあいろいろ民法を勉強してると、いろんなね知識が入ってきますけど、それをうまくこう組み立てて、まあ事案をこう処理できるようにねしていくといいんじゃないかと思います。でそういう時に大事なのがね、やっぱこう大事な黒丸のところを中心に押さえていくっていうのが大事なんですよ。当然即時取得のところって黒丸なんですけどね、そういうところが中心に大事なところを入れていくとね、結構こう組み立てられるようになると思います。でそういう時になんかまだちゃんと重要な黒丸レベルのところ分かんないうちになんか細かいところ入っていこうとすると、なかなかつながんなくてね、なんかどんどん時間だけが経っていっちゃって、あっという間に受験期間がね何年も経っちゃってなっちゃうんでね、まあ、そんな感じで大事なところをね繰り返しやって、それをつなげてね事例処理できるようにするっていうのが一番いいと思いますね。論文試験なんて全部ね取材のシーンにいろいろ書かれてきますけど、全部書かなくたって受かるんだから、100点満点で大体ね70点ぐらい取ればもうトップクラスでまあ受かるわけですから、まあそんな感じで、ね、勉強していってもらえればと思います。さてで今度8ページの方ですけども、住たる権利、住物じゃなくてね住たる権利というちょっと話になります。でこの矢印ね、これ場面限定ですので、この場面をよくねイメージしておいてください。建物に抵当権をつけられる、設定できるっていうふうに言ったじゃないですか。でその建物がね自分の土地上、自分の所有地上じゃなくて人から借りてる借地上にね、まあ、建物がまあある場合の、そういう場面限定の話なんですよ。で借地上の建物に設定された抵当権の効力ね、抵当権自体は建物についてるんですけれども、ただ借地権がないとその建物って存続し言えないんですよね。他人の、まあ、土地に不法占拠してることになっちゃうから、所有者から建物宗教土地明け渡し請求、所有権に基づく返還請求権として建物宗教土地明け渡し請求やられたときにそれ拒めなくなっちゃいますのでね、ですので、まあ、借地権、という占有権限があることがすごく大事になってきます。そうすると一応そういうね建物に抵当権が設定された場合のその借地権というのは、まあ、私物である建物のまあ効用をまあ助けるというような形になってきますので、なんか住物っぽいんですよ。ただ物じゃなくて権利だから、だから住たる権利っていうふうに、まあ言ってきます。でその後の事例の処理はですね、まあ、結局、まあ、その物ではなくて権利だから、その87条とか370条直接適用できないんですが、たださっき言った通りね、その住物と似てるところが私物の雇用を助けてくれるっていう点では、まあ、住物と似てるところがあるということで類推適用してきますね。ですので判例の見解を立つんだったら87条2項を類推適用して抵当権設定時の、ね、借地権に関しては抵当権の効力を及ぶと考えるし、370条ですと取るときは、まあ、類推適用ね、しまして抵当権の設定の前後を問わず借地権に抵当権の効力が及ぶんだということになってきます。だからそうすると具体的な事例の処理としては、まあ、とりあえず借地上の建物にさえ抵当権者は抵当権の設定をねちゃんと登記を受けておけば、まあ、その借地のところも競売一緒にできることになってくるわけですね。というわけでそんな感じで具体的にこのその後の事例処理はどうなるのかっていうのをイメージしてるとね論文試験の時にすごく強くなるから、なんかこう抽象的に論点だけ把握しててもなんか具体的に思いつその後どうなるのかとかって考えてないとね、いざ問題が出た時にねこの子が聞かれてるってことがこう気づけなくてつい忘れがちなんですけどね、この後どうなっちゃうのかなってちょっとこう気にするとねすごい論文試験に強いね受験生になってくると思いますね。で今度ですねこの括弧5のところはとりあえずパスね。もし後で今日ちょっと後半の方で論文試験のね過去問のちょっとやつやりたいんだけど、もし万が一時間が余ったらちょっと戻ってやろうと思いますけど、とりあえずパスしてきます。で10ページのところですね、大事なところちょっと中心に見ていきますね。まあ受験生だったらねこれぐらいのところ最低限押さえてないといけないなっていうね、特に本当に大事なところ10ページ、縦用のところですけども、抵当権のまあ効力で、まあ、いろんな効力があるんですけども、それをちょっといくつか大事なやつご紹介していきます。でまず最初括弧1、所有権に基づく妨害排除請求権の代行使っていうやつなんですけど、具体例としてはこの下にちょっと図がありますけどね、図を見てください。10ページのところ
まずね、抵当権者がおりまして、で抵当権設定者っていうのがいます。でこの方は抵当不動産の所有者で、まあ、抵当権を、ね、設定した人だから、まあ、抵当権設定者っていうふうに言ってきますね。でこの抵当目的物がですね、まあ、不法占拠者に不法占有されていると、まあ、そういう状況になってます。でこういう時にですね、当然あの抵当権設定者であるこの不動産の所有者は、まあ、所有権に基づく、ね、妨害排除請求権とか返還請求権とかって形で、まあ、不法占有者に対して、ね、明け渡しその他妨害の排除なんかを請求することができるんですが、それをやらない時にですね、抵当権者が要はその抵当権の設定者所有者に代位してね、この所有権に基づく妨害排除請求権とか返還請求権を代行しできるのか、まあ、そういうところがこの一つ問題になってますね。でこの点ですね、何が一つポイントになるのかっていうと、ここはあの債権者代位権の話ですから、メインはあの債権総論のところでまあ勉強するね、債権者代位権の話なんだけど、その中の特にこう要件で大事になってくるのは非保全債権、あの債権者代位権のその成立要件の一つとして非保全債権っていうのがあるんですよ。まあ債権者が、まあ、債務者に対して何か債権を持っててね、でその債権を保全する必要があるから債務者が別の人に持ってるその債権を代行しできるんだっていうふうに、まあ、考えていくんですけど、その債権者がね、一体どんな非保全債権を債務者、まあ、この事案でいうとその所有者になりますけどね、抵当権を設定した所有者になりますけども持ってるんだって話になってくるんですよ。でここがそのこれはもうフレーズのところをねしっかりと押さえておいてほしいんですけど、担保価値維持請求権という言葉があります。これをね、まあ、結論覚えていてくれればいいのかなと思うんですよね。でこれちょっと丁寧に説明していきますね。10ページの矢印のところです。最初の矢印のところでね、抵当権は競売手続きにおいて実現される抵当不動産の交換価値からね、他の債権者に優先して非担保債権の弁済を受けることを内容とする物件なんだということで、まあ、基本抵当権者ってほらその目的物自分で占有できませんので、その目的物の使用に関しては干渉することが、まあ、できないんですよ。だ基本妨害排除請求権とか返還請求権とかそういうものはできないはずなんだよね。単にその担保価値、経済的価値、抵当目的物のね担保価値や経済的価値を把握しているに過ぎないんだってね、そういう物の干渉に対しては直接なんか排除を求めるということはできないはずなんですよ。しかしという段落ですけども、抵当権者は第三者が抵当不動産を不法占有することでね、競売手続きの進行が害され、適正な価格よりも売却価格が下落する恐れがあるなど、結論としてこういう時に代行使できるっていうふうにまあ見ていくんだけど、まあ、皆さん読む時にね、まあ、こういう事情があったらちょっと代行使認めようかなっていうふうに皆さんがそういう気になるかっていうのが大事なんですよね、ここのところね。まあしかし、ね、抵当権者は、まあ、原則だから妨害排除請求できなさそうなんだけど、しかし抵当権者は第三者が抵当不動産を不法占有することで競売手続きの進行が害されね、まあ、不法占拠されちゃうとね、競売手続きに付してもそれ買い取ってくれる人いなくなっちゃうからね、まあ、競売失敗に終わっちゃうんですけども、まあ、害され、適正な価格よりもね、競売価格が下落する恐れがあるなど、まあ、恐れどころ、あの下落の恐れどころか、まあ、そもそも競売自体ができないという可能性出てきちゃうからね、まあ、そういう恐れがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権、この優先弁済請求権で抵当権の本質です。担保物件の本質ですね、まあ、債務が弁済されないときに、ね、担保目的物から他の債権者に先立って優先弁済を受けるというところも本質ですけども、そういった優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときはどうですか。まあ、代行使認めてもいいですか。普通はこういうね、占有絡みのところには抵当権者手出せないはずなんですけども、こういう状況になっちゃったらまあしょうがないのかな。でそういう時にその、代行使を認めてるのが、まあ、このね、判例の立場になってます。でちょっとこのね例なんですけど、例をちょっと書いてきました。どういう状態だとね、その優先弁済請求権の行使が困難になるかっていうと、まあ、高額な敷金が差し入れられているという場合ですね、これはあの後で競売して、でその最終的に賃借に追い出すときにですね、その敷金返さなければいけないとかいろいろなまあ問題が出てくるって話ね、高額な敷金、あるいはあの抵当権の設定登記前から賃借権があるとすると、それって競売後も賃借権の方が優先するんですよ、抵当権設定登記前ね。でもいずれにしろ買い受けた人って賃貸借契約が終わった時にね、でかつその賃借人が建物を明け渡した時に敷金返さなければいけないんだけど、そこでなんか家賃がさ月10万ぐらいなのに敷金1億円差し入れられてるなんて不動産危なくて買えないですよね。それ結局返さなければいけないわけだからね。そういう意味で、その高額な敷金が差し入れられてるっていうのも結構この、優先弁済請求権の行使が困難になるような、ね、状態に当たってきます。だそうほら論文試験でこういうところを、ね、具体的にして出してくる可能性あるからね、今みたいな形でね具体的に。それから、低廉な賃料設定、例えばなんかすごい安い値段で賃料が設定されてると、それ買い受けてもあのまずほら賃貸借、例えばその賃貸借が抵当権設定登記前からある場合は、まあ、結局競売後も賃貸借がある不動産っていう形で買い受け人がそれ譲りあの買い受けることになってくるんですよ。だから賃貸借契約そのままついてきますけど、例えば相場が月20万ぐらいの、ねところをなんか月5000円ぐらいで貸してるという形になってくるとね、まあ、賃料の変更するっていうのも契約の変更になるんだけど、そう簡単にはなかなか認められませんのでね、まあ、そういった意味で
ではそんな不動産買いたくないよというようになっちゃって、やっぱりなかなか競売に出してもですね、買い取ってくれる人いなくなっちゃうんですよ。これもやっぱ論文試験で出やすいですよね。こういうところ具体的に多分事案出してくると思うからね、まあ、そういうところ見ていくと、まあ、それからこれは分かりやすいね、暴力団に占有させてると。これは法的にどうのこうのというよりも、もう事実上さ、やっぱ明け渡しをお願いするのが難しくなりますからね、まあ、そういうような場合は、まあ、優先弁済請求権の行使が困難となるような状態になるということで、こういう時に初めてですね、この本来抵当権者って目的物の占有には干渉できないはずなんですけれども、その担保価値維持請求権というものがですね、こう所有者に対して言えることになって、それを非保全債権としまして、その所有者がその不法占拠者に持っている、ね、まあ、所有権に基づく妨害排除請求権あるいは変化請求権、それをまあ代行使することができるんだというような状況になっています。まあ、これが所有権に基づく妨害排除請求権の話になってきますね。ただまあこれね、いちいちまあ代行しなんかしなくても、抵当権に基づいて、まあ、いわゆる直接まあ妨害排除請求とか返還請求とかができればいいわけなんですよ。でそれに関してですね、10ページの最後のブロックのところなんですけども、実際この事案、代行使の可否がまあ問題となった、判例なんです。この平成11年の、ね、大法廷判決。ただ、そのね、暴論ながらもその抵当権に基づく妨害排除請求権、まあ、そういうのは認められるんだっていう形で、こういうね、余地をちょっとこうね、見せてくれた、そんな判例になってます。でそれを踏まえて11ページですね、抵当権に基づく妨害排除請求権で、論文試験との関係では、まあ、その要件を押さえていきましょう。そういう事例が出たときに、まあ、その、ね、抵当権に基づく妨害排除請求権の要件を覚えてないと答案に白紙になっちゃうからね、それを書けるようにしておいてほしいんです。で矢印のところです。抵当権は、不動産を占有する権利ではありませんので、抵当不動産につき占有侵害がされたとしても、原則ね、抵当権者が占有者に対して抵当権に基づく妨害排除請求することができないと。これはさっきの、ね、代行使の話と同じです。ただ、まあ、抵当権も物件である以上ね、物件的請求権として妨害排除請求権が認められるべきだということ、それからでありね、抵当不動産に対する、まあ、こういう時は認めてもいいんじゃないかという価値判断なんですけど、抵当不動産に対する占有侵害により目的物の交換価値が妨げられ、非担保債権の優先弁済を受けるのが困難となるような状態。これは前のページの妨害排除請求権の、ね、話と似てます。まあ、目的物の交換価値が妨げられ、非担保債権の優先弁済を受けるのが困難となる状態で、この具体例は前のページのやつ使いますからね。高額な敷金が差し入れられているとか、低廉な賃料設定がされているとかね、暴力団が占有しているとか、そういうところが、使いますけど、そういう状態にある場合は、まあ、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使が認められるというふうに考えられています。これが、ね、判例法理ですね。でこれを踏まえて、あとかつ今日の事業の最初にやった抵当権の成立要件を踏まえて、抵当権に基づく妨害排除請求権の要件を立てたいんですよ。でこれが仮に所有権に基づく妨害排除請求権の事案であれば、要件すごく簡単ですよね。まあ、自分に所有権があって相手が占有してるってことになってくるわけなんですけど、まあ、これが抵当権になっちゃうとね、所有権の代わりに抵当権だってことになっちゃうと、まあ、さっき、言った通りね、もともと抵当権者ってその物の占有に口出せるものではありませんので、所有権の時みたいな簡単な要件ではなかなか認めることができないわけなんですよ。そんなわけで加重したこのね、平成11年の、この最高裁判例、これをすみません、ここにね、書いてある、ね、この1個目のブロックですね、11ページのこの1個目のブロックの可能、この加重要件、それを今日勉強したことに付け足して、それで最終的に要件を、ね、確定していくことになってきます。でそうすると下にちょっと箇条書きしておいたんですけど、まあ、所有と占有の代わりに抵当権と占有、かつ今の、この、ね、加重要件、それを合わせていくとどうなるかというと、この、ね、丸1から丸5のうち丸1から丸3、これが所有に代わる抵当権の要件になりますね。まあ、非担保債権の存在、抵当権設定契約、あと物件契約ですから、その設定時に、ね、設定者に所有権があったということ、これが所有権に基づく妨害排除請求権の時の所有の要件に変わるものになってきます。それから相手方の占有でしょ、それが、この丸4になってきますね。で丸5がその判例法理等で、ね、その加重されている加重要件になってきます。まあ、本来ね、抵当権者っていうのは物の占有に口出せるものではないんだけど、まあ、こんな要件満たす時はさすがに、まあ、口出してもいいんじゃないかっていうね、そういう価値判断のもと、認められている加重要件になります。でこれ丸5ね、相手方の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、まあ、優先弁済権の行使が困難となるような状態にあること、ね、こんな感じで理解しておくとしばらく記憶に残ると思いますね。と同時に、まあ、この加重要件をちゃんと覚えてないと、この事案、こういう妨害排除請求権に基づく妨害排除請求の事案が出たときに論文処理できないっていうの分かるでしょ。そこ規範書けないから当然当てもできなくなっちゃいますのでね、ですので論文処理するためにね、ここは黒丸でしっかりと押さえておいてもらえればと思います。それからですね、次ですね、ちょっと応用論点なんですけども、12ページです。抵当権に基づく妨害排除請求権の話は基本的にはその
相手方が不法占拠者であることを念頭に今まで話をしてきたんですよ。ところがですね、その抵当権、抵当不動産に関して占有権限、例えば適法に賃借権の設定を受けているとかね、という形で、占有権限がある人に対して、明け渡し請求できるかどうかというところが一つ、問題になってきます。でどう皆さん今までの話の流れからしたらどう考えますっていうと、基本まずさ、抵当権者っていうのは、物の占有に関して口出す権利じゃありません。口出す権利ないからね、占有権限なんかあったらなおさら、できないんじゃないかっていう話になってきますよね。ですから基本的には、占有権限がある人に対して妨害請求するのはすごく難しいんだと思います。ただどうなんでしょうね、これがやっぱりいくら占有権限があるとはいえ、なんか抵当その、権の実行、要は競売をなんか妨害するような目的があるような時にまで果たしてそれを今の、原則を維持しちゃっていいのかって話なんですよ。要はそんな人って保護に値するんですかって話なんだよね。でやっぱそういう人の話にできないっていう要請があるんだと思います。そんなことから判例は、結論としてはね、ちょっと要件、一定の要件のもとにその占有権限がある人に対しても妨害排除を認めてるんですが、ただ占有権限があるっていう点で、占有者の方にもちょっとこう要請がね、不法占有者と比べてありますので、ちょっとね、その妨害排除請求権の要件を前のページの要件と比較してさらに加重していきます。前のページっていうのはさ、客観的な要件なんですよ。ある意味その抵当権の実現が行使困難、競売が実際できるかできないかっていうその客観的なところを着目してたんですけども、それに加えて主観的なその競売目的、競売を妨害する目的っていうね、主観的な要件を加重してきますね。それを満たす限りですね、それ占有権限がある人に対してもこうね、妨害排除できるということになってきます。その点がですね、この12ページの、1個目のブロックの1段落目のところはね、さっきのことが書いてあるんだけど、この2段落目しかしのところですね、抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権限の設定を受けてね、これを占有するものについては、まずこれが加重要件丸1、抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的が認められ、これが前のページまでなかったんだけど、これが加重要件になってきます。で丸2、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて、これ一緒ですから、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときはね、こういう占有権限がある人に対しても抵当権に基づく妨害排除請求ができるんだという形になってますね。でこの案でさらに進んでですね、結局妨害排除請求してもさ、その抵当不動産はじゃあその後誰が管理するのかっていうと、やっぱ所有者なんですよ。でも所有者がやる気がなかったらまた不法占拠されちゃうからね、困っちゃう。そこで、それに対処するためにまたっていうところなんですけども、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり、抵当不動産の所有者においては抵当権に対する侵害が生じないよね、抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合、これが要件です。所有者において抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないときは、なんと抵当権者は占有者に対して直接事故に抵当不動産の明け渡しを求めることができるって形になってますね。というわけでここの線引いてあるところは論文試験でこう出たときにね、覚えてないと答案書けなくなっちゃうから、ぜひねしっかりと覚えておいてください。さてで今度13ページの方ですね、抵当権侵害に対する損害賠償請求の可否というところになってきます。例えばなんかね、抵当不動産を不法占拠されてるんだけど、それだけですぐに、損害賠償請求、不法行為で損害賠償請求できるのかって話なんですね。で、括弧さんのあのところですね、まずね、抵当権侵害によって発生する損害の中身って何なんだろうっていうのが一つちょっと議論になるんですよ。で、矢印のところですけども、抵当権者は抵当目的物が破壊毀損されるなどして、例えばさ、1000万円の、債権を担保するために10億円の、不動産に抵当権をつけた場合ね、したらじゃあその1円分でもなんか毀損されちゃったら直ちに損害賠償請求なのかというと、なんかそれちょっとおかしい感じじゃないですか。そこが問題の所在なんですけれども、2段落目のところですね、抵当権が目的物の担保価値、経済的価値を把握する権利であることに鑑みて、1000万円の、債権担保するのに100億円のじゃあ不動産に抵当権つけてるっていうのをちょっと想像してみるとですね、目的物の担保価値、経済的価値を把握する権利であることに鑑みて、抵当権侵害による損害が認められるためにはね、抵当権侵害により抵当不動産の担保価値が下落して、で最終的にはここですね、その非担保債権の額にの満足額に足りなくなることが必要で、そこの部分が要は損害、になっていくんだって話になってきます。でここもね、実際論文試験で書くときはこういう論点に飛びついちゃいけなくて、抵当権侵害でじゃあ損害賠償請求するって、じゃあ請求の根拠何なのかっていうと、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権なんですよ。でその要件に、きちんとその事案当てはめていくと、どこでこの、話が出てくるかというと、その損害の要件ね、不法行為に基づく損害賠償請求権の要件で、故意過失とか権利侵害行為とかさ、損害の発生と、あとその因果関係とかっていうのがありますけど、特にこの損害の発生のところで問題になってきます。
だからまあ他の要件ね、ちゃんとその権利侵害行為があったとか、まあ、それに関して故意過失があるとか、あとその一応損害発生とね、その権利侵害行為との間に因果関係があるかってことはまあ軽く当てはめして、でその最後の損害のところね、果たしてまあ損害発生していると言えるのかというところ、そこのところが特に問題になりますね。ただ答案の書き方としては、まあ、例えばその事案ですけれども、またその非担保債権 の、 あの額に十分足りているような、ね、担保価値が残っている事案だったら、結論として損害がないということで、まあ709条の損害賠償請求権認められないって結論になってくるじゃないですか。そういう時にわざわざその損害以外の要件を丁寧に書いても意味がないから、そういう時はね、明らかにその損害が認められないような事案だったら、まあ、あのその損害のところから先書いて、まあ、認められないって形でやります。だからこれもね、何をどの順番で書くのかって本当にケースバイケースですね。要は論文試験というのはね、知識を単に聞く知識、あの試験ではなくて、まあ、事例をちゃんと処理できるかどうか、問いに要はね、設問で問われていることにきちんと答えられるかということをまあ試していますので、ちゃんとその事案に即してね、その文章を組み立てるっていうようにね、工夫してもらえればと思います。あとは次、E のところですけどもね、損害の発生時期です。これはですね、例えばさ、1000万円のまあ債権を担保するのに、じゃあ1000万円のまあ不動産に抵当権つけたとしますよね。その場合はちょっとでも何かこう抵当権侵害行為があれば、まあ、すぐに損害発生しそうなんですけども、でもそもそもあの抵当権ってさ、非担保債権の弁済期が到来する前に、非担保債権自体がもうお金払われて弁済される可能性が出てくるじゃないですか。そこなんですよね。なので、まあ、弁済期が到来する前はなんか損害というものが観念できないんじゃないかというのがまあ問題の素材になってます。で、判例はやっぱり弁済期の到来前に、ね、損害の発生というのを認めてないんですよね。まあ、その辺のところですね。まあ、ちょっと中身見てみましょう。矢印のところですね。E のところに矢印。抵当権侵害による具体的な損害の額は、非担保債権の、ね、弁済期が到来して抵当権を実行できる時にならないと確定できない、ね、具体的に言うと、あの弁済期が到来する前には普通にお金弁済されて非担保債権消えちゃう時がありますのでね、というわけで、まあ、その前に損害が発生したということはできずね、弁済期到来後じゃないと、まあ、損害賠償請求できないということで、要は損害の要件、709条の不行為に基づく損害賠償請求権の損害の要件を満たしませんのでね、損害賠償請求できないんだと、まあ、そんな感じの、まあ、理屈で考えてもらえればと思いますね。まあ、司法試験の論文試験だと、ね、平成22年に、ね、出てますね。まあ、私が合格した年なんですけどね、平成22年にこんな感じのところが出てました。それから今度14ページ、仏上台の話しましょう。今日のメインです。後で平成25年の、ね、司法試験の論文試験の問題やりますけども、まあ、この仏上台に関する理解がしっかりできているかどうか、そこのところを、ね、まあ、確認するような問題なんですけども、それを見ていきました。抵当権の効力、仏上台で、まず括弧1のところに行きましょう。仏上台の意義っていうところですね。抵当権は、抵当権の、ね、目的物、まあ、建物とか、ね、土地とかに、まあこうね、抵当権設定しますけども、まあ、特に建物だとあれかな、イメージ湧きやすいかな。抵当権の目的物、まあ、抵当権設定した建物を売却したり賃貸したり滅失あるいは損傷によって、債務者が受くべき、ね、金銭その他物に対しても行使することができるんだと。まあ、抵当権の、ね、こういった効力を物上代というふうに言ってきます。でその趣旨は、まあ、担保物件優先明細的な効力があるというふうに言いましたよね。まあ、その趣旨をまあ貫徹するという、まあ、ところですね。というわけで、まあ、仮に抵当目的物を、まあこうね、失ってしまってもですね、それに代わるようなものが残っているであれば、その、ね、設定者のところにそれに代わるようなものが残っているのであれば、まあ、抵当権者は物上代という、ね、ものを行使して、抵当権の効力を、ね、その価値代替物に対して及ぼすことができるということになってきます。でちょっと図を見てください。こういう図慣れちゃうといいと思うんですけど、まあ、実際論文試験の時もね、ざっとこういう簡単な図を、ね、書くと混乱しづらいと思います。まあ、抵当権者を上に書いておいて、で債務者、これがまあ抵当権を設定する人ですけども、まあ、債務者でこれが、例えば第三債務者、要は抵当権者を債権者として見ると、債務者のから見てさらに債務者だから第三債務者っていうんですけども、まあ、この債務者がね、抵当目的物を第三債務者に対して例えば売ってしまったっていう時にですね、この売却代金債権に対して、まあ、その優先弁済的効力をね、抵当権者で及ぼし続けることができるんですよ。そこをまあ抵当権の物上代権で差し押さえてね、そのお金払ってくださいって形で第三債務者に言うことができます。それをもうちょっと詳しく言いますと、この図の下のところになります。物上代の対象となる債務者が受けるべき、これは条文上金銭その他の物って書いてあるんですけども、金銭その他他の物は実際上の場合はね、受験対策上金銭と思っててください。それ以外の事案は出ないと思う。実際実務ではないしね、試験でも出ないと思いますので、金銭その他の物はもう金銭だと思っていてください。でまた物上代の対象となるのは、債務者が取得した金銭そのものではなくて、債務者が取得した金銭の支払い請求権ということになってきます。金銭という形で債務者のところに入っちゃうとね、他のものと混ざっちゃうから、債務者の他のお金と混ざっちゃうから、抵当権の効力を及んでいる金銭かどうかって分からなくなっちゃうからね。というわけで、まあ、債務者が取得した金銭そのものではなくてね、債務者が取得した金銭の支払い請求権ということになってきます。上の図と一緒にリンクして
イメージ持っておくとね、しばらく記憶に残ると思いますんでね。でその3行目の途中からですけど、債務者が第三債務者から金銭を受領する前にね、債権者は債務者の第三債務者に対する金銭の支払い請求権をね、まあ、物受代で差し押さえをすることができるんですよって話になります。あとはちょっとしたおまけだけど、まあ、物受代ってね、抵当権の他にも、まあ、ここにちょっと線引いてたけど、質権とか先取り特権、あと判例法理でこの譲渡担保、ね、そっちの方にもまあ認められてます。まあ、とりあえずでも今ちょっと抵当権のところ着目しておいてください。で、次のブロックのところですけども、抵当権設定者が抵当権の設定された不動産を売ったり賃貸したりした場合ね、抵当権者は抵当権設定者が有する売買代金債権やね、賃料債権にも抵当権による物上代を行使して差し押さえてね、非担保債権の満足を図ることができるという判例がありますね。まあ、上の繰り返しです。こんな感じでちょっとイメージをね、固めておいてください。すごく大事なところですからね。あ、物上代というのはこういうふうに具体的に使ってるんだなというイメージをね、ここでは持っておいてもらうのが大事ですね。でこの下のね、372条、これ抵当権のところにある条文なんですけども、物上代の中身何も書いてなくて、その372条、抵当権のところにある372の条文が物上代の中身を書いているその先取り特権のところにある304条の規定を順用しています。ですのでね、ちょっと条文は後で授業終わった後に一回引いておいてください。まあ、抵当権の、ね、物上代の根拠条文は372なんですけど、それが、先取り特権の物上代の304条をまあ順用してますので、中身見ようとしたら、まあ、304条を見てまで見ていかないといけないということになってきますね。でこの次15ページのところですけども、物上代の行使の要件です。でここから次のページ以降ね、その物上代のちょっといろんな論点があるんですけども、まあ、大事な判例がいくつかあります。でそれを理解する上で、この物上代の行使の要件が頭の中に入ってないと何にも理解できなくなっちゃいますので、まずここをしっかりね、今記憶してほしいんですよ。物上代の行使の要件ね、前のページも踏まえてね、ちょっとこう理解しておいてほしいんです。でそこで読んでいきますと、抵当権者が抵当目的物の売却賃貸滅失損傷等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に物上代をすることができるんですけれども、払い渡しまたは引き渡し前に、まあ、差し押さえをしなければいけないと、まあ、条文上こうなってるんですね。でそれを、まあ、前のページを踏まえてここを理解すると、まあ、結局これって金銭債権なんですよ。でその金銭債権、この前のページの図を利用して言えば、その、抵当目的物をさ、債務者が第三債務者に、まあ、売ったり、あるいは、まあ、なんか賃貸したりとかすると、債務者は第三債務者に対して売買代金債権あるいは賃料債権なんかを取得することになりますよね。でそれが要は弁済される前に抵当権者は物上代で差し押さえろっていう話なんですね。これがこの304条の物上代の要件ということになってきます。ですのでね、この条文だけではなくて、その前のページでご紹介したところを踏まえて、この物上代の要件を正確に理解するようにしておいてください。でこれができてるとね、余裕ですよ。この次からいくつか有名な判例ご紹介しますけれどもね、16ページのところから有名判例を。で今日の目標はね、まあ、こういう基本判例をよく理解して、で司法試験の25年の設問3が解けるようになればいいの。判例の理解をね、しっかりやってることを前提に、その判例の射程がね、あえて及ばないような事案出してるから、そこを皆さんが見抜いてね、まあ、判例はこうなってるけど今回の事案はこうなってるから射程及ばないから、で判例と違う結論になるんだって形でちょっと論証してほしいんですよね、今日の問題ね。でその前提としてよくこう理解しないといけませんのでね、判例の射程を崩すにはそれなりの根拠が必要になってきますので、あ、射程を崩すってちょっと言い方おかしいな、判例の射程外の事案だってことを司法試験の論文の問題見た時に気づいてもらえればいいの。まあ、判例の事案が当てはまるんだとしたら、まあ、物上代がまあできるってことになるんだけど、今回の事案はちょっと判例の事案と違ってこういうところがあるから、まあ、物上代ができるんじゃなくてできないっていう感じね、そんな感じでちょっとやってもらいたいんですよね。でちょっと中身16ページ、括弧に物上代意見の行使と債権譲渡の譲り受け人の優劣、ここでの以下のポイントは要はね、利益調整です。常に法律っていうのは対立する当事者の利益をどう調整するのかってところをいろんな法律構成頑張って考えて、まあ、いく学問なんですけれども、まあ、この場面に関しましていうと、抵当権者と、その抵当権者と利害が対立する、今回でいうとその物上代の対象となるはずの債権の譲り受け人、要は債権譲渡の譲り受け人ですね、この両者が一本の債権をめぐって対立するわけなんですけど、そこをどう利益調整するのかってところが、まあ、ここでの、ね、問題になってきます。でこの点ですね、問題の所在というところですけども、下にちょっとねややこしいから図を見て先に説明しましょう。まずね、抵当権者 A っていうのがいます。で抵当権設定登記してます。で、まあ、当然ね、抵当権ついてるってことはまあ不自由性で、 A は債務者 B に対して、まあ、非担保債権ね、抵当権の場合非担保債権、債権者代位権と違ってね、非保全債権じゃなくて非担保債権ですけども、まあ、それを持ってます。で、そんな中で、B がですね、その抵当目的物、じゃあ建物だとしましょうか、その建物を、C に賃貸したんですよ。そうすると、B は C に対して賃料債権
を取得することになるんですね。でこの賃料債権という点を捉えると B が債務者で、あすみません、 B がちょっとややこしいんだけど、この賃料債権というところを捉えるとさ、まあ、BC 関係の債権だから、まあ、B が債権者で C が債務者ってことになるんだけど、大元の抵当権者から見ると B が債務者で、その債務者の債務者だから C が第三債務者ってことになるのね。というわけで、まあこんな感じで理解しておいてください。まあ、とりあえずちょっとまとめますと、まあ、A が抵当権者で抵当権設定登記してます。でそんな中で B さんが抵当目的物である不動産を C に賃貸しまして、で賃料債権が発生するようになりました。でそうすると、まあ例えば弁済期にね、この B さんが非担保債権を弁済してくれないときは、まあ、別にそれ競売、抵当目的物競売してもいいし、あとあえて競売しなくても物上代で差し押さえてこまめにちょこ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 あの賃料取ってもいいんですよ。例えば競売しようとしてもさ、その時なんかこの建物売れなさそうだなっていうときはさ、競売手続きの費用無駄になっちゃうから、まあ、あえてその抵当権実行するって形であの競売しないでね、物上代でちょこ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 賃料差し押さえるってこともやるのね。でまあそんな感じで、まあ、そういうことをやろうと思えばやれる状況になってます。ところがですね、この B さん、その賃料債権を D さんに対して債権譲渡をして、で債権譲渡の対抗要件を備えさせてしまいました。こういう状況になるとさ、この1本の債権をめぐって抵当権者と債権の譲り記人とで利害が対立することになるんですけども、ここをどう調整しているか、どう調整するのかっていうのがここでの問題ですね。でその次の考え方というところですけども、あそうだ、これどっちが勝つと思います？抵当権者、まあ、先に抵当権設定登記しているところが前提なんですけども、まあ、抵当権設定登記してます。で債権の譲り記人は譲り受け人で、まあ、その後、ね、抵当権の設定登記後ですけど、まあ、債権を譲り受けて、で債権譲渡の対抗要件、ちゃんと第三者対抗要件を具備しているとして、これどっちが優先するのかって話なんだよね。でこの点、まあ、抵当権者もまあその、ね、対抗要件を備えているし、まあ、債権の譲り記人も対抗要件を備えているということになってきますね。で物件同士だったら、まあ、その戦後関係すぐはっきりすると思うんですけど、今回債権の、ね、対抗要件ということでちょっと物件の対抗要件とも違う、なんか果たしてこれどう優劣関係つけていくのかって話なんだよね。でどう、皆さんどう思う？もうやっぱあれだよね、抵当権の設定時最初にやってるんだったらそれを勝たせたい気しませんか？ しないって人もまあもしかしたらいるかもしれませんけど、まあ、判例はね、やっぱこの最初に抵当権設定登記をしてるっていうのは結構重視してますね。でその点考え方のところを見てください。判例は抵当権の設定は当権により公示されており、第三者たる債権の譲り記人は目的債権が、これ今回の賃料債権ね、事案に当てはめていくとね、第三者たる債権の譲り記人は目的債権が物上代の対象となることは予測できるんだと、まあ、実際分かんないですけどね、まあ、でも一番予測できるんだということね。で抵当権の物上代権の行使に差し押さえが要求された趣旨っていうのはね、今みたいなところから考えると、まあ、抵当権で物上代するには さっき言ったところ304条で差し押さえ要求されてますけど、その趣旨は二重弁済を強いられる危険から第三者債務者を保護するところにはあるけれども、その債権の譲り受け人のような第三者を保護することまでは含まれてないんだと。もう抵当権の設定登記でね、その債権に、物上代の効力が及ぶということはもう第三者に対して公示してるんだから、まあ、このね、物上代の差し押さえが要求されている趣旨というのは別に第三者保護まで含まれてないと、単にこのね、債務者に二重の弁済の危険を強いること、それを防止するだけなんだっていう、そういう発想なんですよ。でやはりこの抵当権の、設定登記でね、その抵当権の効力が及ぶということが公示されていることをすごく重視しています。まあ、そんな感じで下から3行目、抵当権設定登記の後にね、債権譲渡がされた場合は債権譲渡の対抗要件が具備された後でも、なんと、抵当権の物上代による差し押さえが強要されるということになってきます。というわけで抵当権の設定登記すごく重視してますね。この8判断まずしっかり押さえていてね、今日 の司法試験の論文試験につながってきますんでね、抵当権のまずこの設定登記判例すごく重視しております。でちょっとまとめですけども、17ページの一番上のブロックですね、まあ、この判例の考え方に従いますと、じゃその2人の優劣は、ね、両者の優劣どう決まるかというと、抵当権者と債権譲渡の債権の譲り権の優劣は抵当権の設定登記と債権譲渡の対抗要件の具備の、まあ、前後で、まあ、決まるというところになってきますね。というわけでね、ここが具体的な、まあ、最終的な結論、落ち着きどころになってくるということになってきます。ちなみにね、次のブロックの直書きのところです、一応ちょっと触れておきますね。この次のね、2個目のブロックの直書き、抵当権設定登記後に債権譲渡がされてその対抗要件が具備されたとしましょう。でそういった場合にですね、抵当権者が物上代権を行使して差し押さえをする前にね、債権の譲り記人が債務者から実際弁済を受けちゃったときは、さすがにね、ここはもう弁済によって債権が消滅しちゃうから、いくらその前に抵当権の設定登記で公示していたとはいえ、やっぱり、ね、その後物上代で差し押さえしても空振りになっちゃうのよ。要はあの差し押さえる債権がもうなくなっちゃってるのね。
弁済効が生じちゃってるからね。だからこういうところはちょっと気をつけてください。このところね、実際に弁済されちゃうと消えちゃいます。ここのところね。で今度これとの比較でこの理解を深めるためにこの18ページですね、今の抵当権の物上代と債権の譲り受け人とのね、その調整を考えたんですけども、今度はですね18ページは抵当権の物上代じゃなくて動産売買先取り特権の物上代で、対立する当時は前のページと一緒でやっぱ債権の譲り受け人なんですけども、ここの優劣をどう調整するのかというのが一つ問題になってきます。で判例はね、この矢印のところなんですけども、判例は動産売買先取り特権は抵当権と異なり公示の手段がないんですよ。物件担保物件なんだけど、公示できないの、動産売買先取り特権はね、公示の手段がないことから、動産売買先取り特権の物上代に差し押さえが要求された趣旨は、これはね、やっぱり単に債務者の保護だけじゃなくて、債権の譲り受け人みたいな第三者保護を含むと返さざるを得ないんですよ、こっちの方はね、公示の手段がありませんのでね。というわけで、動産売買先取り特権の物上代に差し押さえが要求された趣旨は、第三債務者の保護であるのはもちろんなんですけども、それにとどまらずね、債権の譲り受け人等の第三者の保護も含むんだということになってきます。そうすると結論変わってきちゃいますね。その3行目の終わりの方からですけども、債権譲渡の対抗要件が具備された後は、動産売買先取り特権の物上代権による差し押さえは許されないということになってきます。抵当権の事例だったらさ、ほらとにかく抵当権の設定登記さえ先にしてればさ、債権譲渡の体系要件が具備された後でも抵当権で物上代で差し押さえすることができるって言ったじゃないですか。でもその動産売買先取り特権の場合それができないんですよ。このところね、もう第三者保護の趣旨も含まれてますので、債権の譲り金などもね、第三者保護の趣旨も含まれてますのでね、こういう扱いになってますね。さあこの2つの判例の比較ですね、だんだん皆さんは判例の射程を探る能力が身についてるはずなんですよ。今日最後にやるね、司法試験の平成25年の問題をちゃんと解けるような能力がだんだん身についてるはずなの。抵当権の場合この設定登記、ここ結構重視してますね。でこの後ですね、19ページちょっと飛ばしましてね、19ページとあと一連の流れで、21ページまで同じ話が書いてあるので、ここは全部飛ばしまして、22ページいきます。いよいよ今日やる問題にかなりこう近づいた直接的な話になってきますね。まあ、この判例の射程が及ばないってことをね、分かって事例が処理できれば、この今日の、ね、目的達成になります。22ページいきましょう。これも今までの話の流れで考えててくださいね。対立する当事者2人出てきますから、それをどう調整するのかって話になってきます。でまずね、図を見て先に説明していきますと、まあ、相変わらず抵当権者がいます。これ X ね、22ページの左上の図、抵当権者 X で、まあ、賃貸人 A、 これは抵当権設定者です。まあ、抵当不動産の所有者でもありますけども、まあ、それが A さんで、それを Y にその抵当目的物を賃貸します。でそうすると、まあ、賃料債権が発生するわけなんですよね、この賃貸人から借人に対してね。でそこを、まあ、例えば弁済期にこの非担保債権が弁済されないと、抵当権者は、まあ、抵当目的物を競売してもいいんだけど、それが売れなさそうだったらね、わざわざ競売の手続き費用無駄になっちゃうから、まあ、物上代で差し押さえてちょこちょこ賃料を取り立てることになるんですけども、まあ、そういうことをまあやろうと思いました。ただそんな中でですね、 Y の方は Y の方で A に対して 別口の債権を取得しまして、この、ね、Y が A に対して取得した別口の債権を自動債権として、この賃料債権を自動債権とする相殺、それがまあできるのかどうかというところが問題になってます。そうすると今回の、利害関係、誰と誰が対立するかというと、この一本の賃料債権をめぐって抵当権者とこの賃借人、この2人が、ね、対立してるんですよ。この1本の賃料債権をめぐってね、抵当権者は抵当権者の方で賃借人に賃料払えって言ってくるし、賃借人の方は賃借人の方で、これは私はもう相殺してもうね、その債権ないってことになってるから、あなたに払わなくていいんですよと、まあ、そんな感じの、ね、ことを言ってくことになってきますね。でこの点ですね、この下の矢印のところ、債務者の第三債務者に対する、ね、賃料債権、債務者というのは上の 図でいうと賃貸人 A で、ね、第三債務者は賃借人 Y ですけども、債務者の第三債務者に対する賃料債権、まあ、抵当目的物から生じた賃料債権について、抵当権の物上代権による差し押さえと、第三債務者による相殺の優劣を、ね、どう決するのかというのが問題になってきます。で例えばこの上の図見ながら見てもらえると分かりやすいですけど、上の図で A 所有の建物に X のために抵当権が設定されました。で、その建物がね、だから先にまず抵当権が設定されているのがポイントですね。抵当権が設定されまして、でその建物が A から Y に賃貸されている場合に、 X の抵当権の物上代による A の Y に対する賃料債権の差し押さえがされる一方で、 Y は Y の方でね、別口債権をほら A に取得したということで相殺の主張していくんですよ。こんな感じでね、この X さんと Y さんのこの利害関係がね、この一本の債権をめぐって争われることになってきます。でこれどうですか、
さっきのほら、2つ、動産売買先で言うときと、あと定動権、債権の譲り権との関係の話しましたけど、定動権に関してはやっぱりこの設定登記されてるってところを結構重視してますからね。そうするとこの賃料債権にも、定動権設定登記の講義が公示の力が及んでるみたいなこと言いそうじゃないですか、判例ね。でそんな感じの流れになりますんで、ちょっと見ていきましょう。最高裁はっていうところですね。最高裁は物上代位権の行使としての差し押さえのされる前においては、賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが、これちょっとおまけ的な話ね、ちょっと事案変わりますけど、仮に抵当権者が物上代位で差し押さえをしなかったら、その前にね、別に賃借人が相殺するのはいいんですよ。でそれで相殺しちゃうと以後賃料債権なくなるから、その後に仮にね物上代位で差し押さえとしても、その差し押さえ空振りになるだけでね、まあそういうのはいいって言ってます。ただそうじゃなくて、その結局物上代位の行使の前に、その相殺しなかった場合の話ですけども、上記の差し押さえがされた後においては、抵当権の効力が物上代の目的となった賃料債権に及ぶことは、物上代により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことがね、抵当権の設定登記で公示されてるんだと。ほらこれさっきの話と同じなの、債権の譲り受け人の話と全く一緒。というわけで登記により公示されているのを見ることができるから、抵当権設定登記の後に取得した賃貸に対する債権と物上代の目的となった賃料債権と相殺することに対する賃借人の期待をね、物上代権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はないんだということでね、まあ、やっぱり判例はだから利益考慮をしてるんだよね。当事者のこのやっぱ利益の擁護性っていうのを見てね、まあ抵当権設定登記で先に公示されてんだったらね、まあ賃料債権にそれ及ぶことっていうのは分かってるわけだから、まあ、賃借人の方はちょっと我慢してくださいってね、そんな感じの価値判断になったと思います。というわけで抵当権の効力に優先させる理由ではないとの理由で、抵当権の物上代により、ね、賃料債権を差し押さえられた場合、抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記後に賃貸に対して取得した債権を自動債権として賃料債権と相殺しても、まあ、結局その相殺を抵当権者に対抗できないわけね。簡単に言えば抵当権者の方が優先するってことですよ。相殺できないということになってきます。あ、でそうだ、私のこのテキストの見方なんですけど、この下右下のところ、今のブロックの右下 H18-19、 これは司法試験の平成18年の19問目に担当試験で出てるという意味ですんでね。あと関連問題というのはこの論文試験で出てるときに書いてあります。で23ページおまけっていうところを見てください。このね1段落目のところだけ今ご紹介していきますね。後で問題解きやすくするためにね。でそれ以下のところは今日の後でやる司法試験の問題に入っちゃうからね、ちょっと割愛しておきますけども、このおまけ、なお今の平成13年判例の事案を見ていきますと、抵当権者のために抵当権の設定登記がされてから抵当権に基づく物上代位権の行使としてね、本門賃料債権を差し押さえるまでの間に、なんと、債務者および第三債務者、要は賃貸人と賃借人ですけど、債務者と第三債務者との間で一度わざわざ賃貸借契約を解約して、で保証金、これって敷金と同じようなものなんですけど、まあ、保証金敷金の額を減額した上で改めて同じようなこの賃貸借契約をまあ締結して、わざわざ敷金返還請求権っていう自動債権、要はそのね前のページの図で言うとY が A の方に持っている自動債権ってあるじゃないですか。わざわざ自動債権を無理やり作り出してた事案なんですよ、この13年判例はね。改めて賃貸借契約を締結して自動債権となる保証金の差額返還請求権を、まあ、相殺のために、ね、わざわざ突き出していると、まあ、評価できる、そういう特徴がある事案でありました。さあこれを頭に入れていくと次の、ね、判例が理解できると思います。はい、わざわざ作り出してない事案はどうなっちゃうのかな。はい、24ページです。こちら逆に相殺という形じゃないんですけど、実質賃借人の方の相殺を認めるような結論を取っています。まあ、相殺の一所持いらない、敷金返還請求権の話なんでね、相殺なくして、まあ当然、重当って形で相殺の一所持不要なんだけど、結論として相殺をね一生認めたような形でやってるんですよ。まあ、そこを見ていきましょう。24ページこれはねちょっと図を先に説明していきますと、まあ抵当権者 X がいまして、で徹底登記されてます。でそんな中で賃貸人 A がいて、でその Y がね賃借人だっていうのも前のページとまあ一緒になりますね。でそんな中で賃貸人 A が賃借人 Y に対して未払い賃料債権、まあ賃料債権持っているわけなんですけども、そこをね、X の方が物上代で差し押さえをしようとしたんですね。でそんな中で、Y の方は、まあ、敷金返還請求権を A の方に守ってるんだってことで、まあ、それでね、賃料債権対等額で消えちゃうんだから、まあ、物上代の差し押さえは認められないんですよって形で Y の方は言いました。でこれね認めてます。判例の方ね、前のページの13年の、判例の事案と違ってこちらの方は認めてるんですよ。でそこをちょっと見ていきましょう。矢印、抵当権者が賃料債権に物上代位のために差し押さえした後であっても賃貸借契約が終了して賃借人が建物を明け渡した場合、賃借人は未払いの賃料債務は、ね、敷金に充当されて消滅するためね、これは債権格論の、ね、賃貸借のところでまあ勉強することなんですけども、まあこれね、賃貸借契約が終了して明け渡しした場合はですね、未払いの賃料債務は敷金に充当されてまあ消滅するんですけども、
抵当権者の物料代金による未払いの賃料債権に対する差し押さえはできないとしてね、未払いの賃料支払いを困ることができるのかが問題となりました。でそれを認めてるんですね。最高裁はというところですけども、敷金は賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することとなるべき一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は目的物の返還時におけるおいてね、その非担保債権を控除して残額があることを条件にね、その残額について発生するんだと。でこれを賃料債権等の面から見ると、目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が残存する限度で、敷金の充当によって当然まあ消滅するんだと。まあ、わざわざね、その賃借人 Y さんの方から総裁の意思表示をするまでもなくね、当然敷金というのは未払い賃料債権の方に充当されて消えちゃうんだという形で、言っております。そうすると賃借人はお得なんですよ。まあ、結局、その敷金返還請求権を、ある意味ほら実質的に返してもらったのと同じ、その敷金返還請求権に履行してもらったのと実質的には同じことになるわけじゃないですか。自分が払わなければいけないその賃料債権負けてもらってるわけですからね。というわけで、実質的に総裁を、ね、しているような感じになっちゃうんですね。でその2段落目、同最高裁はその上で、抵当検査が賃料債権に物料代のために差し押さえをした後であってもね、ここがだから13年半でずいぶん違うところなんですよ。その物料代のために差し押さえした後であっても、賃貸借契約が終了して賃借人が建物を明け渡した場合、賃借人は未払いの賃料債務を敷金に充当して未払い賃料の支払い義務を免れることになるので、なんと賃借人は抵当権者が物料代で差し押さえした後であっても差し押さえとなった賃料債権の消滅を主張することができるというふうに言ってます。でこれはちょっと敷金、あの自動債権が敷金返還請求権だったっていう事案で、別に賃借人の方から総裁の意思表示が必要ってことも言ってないわけね。要は総裁の意思表示をするまでもなく当然にも消えちゃうという形で賃借人の方をかなり厚くしてるんですよね。それでここの判例をね、ちょっと表面的に学んでほしくないんですよ。要は結論としてこの今のね判例は、総裁の意思表示って言葉使ってないですけど、実質的に総裁を認めたのと同じことにしてるじゃないですか。それがそのさっき の, あのそれを認めなかったその13年のね、判例との違いはどこなのかっていう話なんだと思います。で、敷金だから総裁の意思表示不要だったんですけれども、でもじゃあ別の自動債権で総裁の意思表示は不要だ、あの必要だと。要はね、賃借人の側からその消滅を主張する賃料未払い賃料 債務を免れるためには、賃借人において積極的に総裁の意思表示をすることは必要だという事例で、かつその債権が賃借人にとって擁護性が高いと、そんな感じの事案が出たときはこの13年判例とこの14年判例のちょっと中間的なところに位置づけられることになると思うんですよね。13年判例のところは賃借人の方のね、この自動債権の擁護性が多分低かった。要はわざわざね、敷金一回賃貸借契約を解除してわざわざ敷金返還請求権、保証金の返還請求権の作り出してる、そんなところからおそらく賃借人のその自動債権の擁護性はあまりなかった。で一方で、こちらの平成14年判例の方はものすごく擁護性が高いんですよ。やっぱ賃借人保護ですよね。敷金って何のために、あるのかって言ったら、やっぱ賃借人の保護っていうところも結構大きいじゃないですか。未払いの賃料とかに充当して残りがあったら絶対返さなければいけないわけですよね。これもともと賃借人の権利なわけですからね。というわけでその敷金の返還に関しては賃借人の保護がすごく重視されるんで、なんと総裁の意思表示すら不要にして、もう当然充当っていう理屈を使って賃借人保護してるんですよ。そうするとこの中間、総裁の意思表示、別に敷金、自動債権が敷金返還請求権ではないから、その総裁の意思表示が不要とまでは言えないんだけど、でも総裁の意思表示さえすればやっぱりその総裁の方が優先されると、賃借人の総裁の方が優先される、そんな債権はないのかって話なんだよね。それが司法試験の平成25年の問題ですね。そこのところね、じゃあやっていきましょう。26ページのところからね、ここから司法試験の問題入ってきます。でここですね、あの図をあのこうページめくっていくとですね、28ページにいろいろ図をあの書いておいたんですけども、この図がないとね、ちょっとあの最初の問題文読んでる時に混乱すると思うんですよ。28ページにね、図を2つ書いてあります。で、真ん中辺の28ページの真ん中辺の図は、これはあの問題文に引用されている平成13年判例の事案の図なんですよ。でこの28ページの一番下の図は、これは本件の事案における図なんですけど、すごく似てます。要は抵当権者がいて、で賃貸人と賃借人がいるっていう、この三者関係が、いるっていう図では全く同じになってます。でこれちょっと頭に入ってないとね、分かりづらいんで、このね下の DBG ね、抵当権者 D と債務者 B と第三債務者 G、いちいちその中身まで書かなくていいんだけど、 D と B と G だけはちょっとね、こっちに簡単に問題文の最初のところにメモしておいた方がいいかなと思うのね。26ページのどこでもいいですから、あの DBG ってこの3社だけ書いてさ、矢印だけ簡単に書いておくといいと思うんですよね。いちいちあの抵当権者とかそんなにいらないんでね。この一番上が抵当権者 でこの B が賃借人 で賃貸人でね、で G の方が賃借人、これだけ分かってればあの問題文読んでる時に混乱がないと思いますんでね。
実際皆さんが論文試験に受けるときもほらこうやって問題文読みながらね混乱しないようにこういう図書く必要があると思うんですけどね、まあ、そんな感じの図をこう書いていてもらえればと思います。じゃあそれを前提にちょっと問題文見ていくことにしましょう。今回ですねこの問題のこの設問3に当たるところをやりますので配点割合で言いますと343の310分の3に当たるところになりますね。で、事実のところです。で実際の司法試験の問題文はですね、1から16までナンバリングがしてあって、まあ、長々とね、まあ、詳しい事情が書いてあるんだけどそれをここでやってたらちょっと時間切れになっちゃうから私がものすごく要約をしておきました。でその中身ね、そのさっきの図を見ながらいくといいんですけども B、まあ、これはあの賃貸人であり抵当権を設定する債務者でもあるんですけども B は自己が所有する公土地上に建物を建設するためにですね、まあ、お金を借りようということで D からお金を借りることにしました。それが2行目ですね。線引いてあるところ D は平成23年1月頃、公土地上に建設される建物について第一順位の抵当権の設定を受けることを条件に B に対して建物 の, この、ね建設資金として8000万を融資する旨の意向を示しました。というわけで簡単に言うとあの上の図との関係で言えば、まあ、D が B に後でね B が建てる建物に抵当権を設定することを前提に8000万円貸すんだと、これがまあ非担保債権になりますけどね、8000万円貸すんだと、まあ、そんなことを交渉してました。で2段落目ですけども平建物、まあ、今回これが新しくできた建物でね、まあ、抵当権つけて賃貸にも付されるものなんですけども平建物は平成23年9月14日 B を登記名義人とする所有権の保存登記がされで同日抵当権の設定登記がされますね。だここがまず一つほら基準時ですよ。この23年の9月14日ここで抵当権設定登記がされますのでね、あんまり難しい話を考えなければ、例えばほら13年判例の事案そのまま処理しようとしたらここが大事になるわけじゃないですか。この抵当権設定登記ね、これ以降も全部この抵当権者が優先するわけでしょ。というわけで、まあ、平成23年9月19日あ14日ねすいません、抵当権のね平建物について抵当権の設定登記がされました。でそんな中で次の段落のとこね、ここでね B と G、 これはあのさっき図書いてもらった通り賃貸人と賃借人です。その抵当目的物であるね建物平建物の、まあ、賃貸人賃借人ですけども、B は G との間で、平建物の2階部分について学習塾として使用することを目的とし賃料を月額30万としこれを G に賃貸する旨の契約を締結してでもの、ね契約に基づく引き渡しもしているということになってきます。これでほらこの図が完成ですよ、まあ、D が、ね、いて、B がいて G がいてねさっき書いてもらったこの図が完成することになってきます。でそんな中でいよいよじゃあ本題ですね。下のところで縦3のところですけども事実17からですね、ここからがの設問3の、事実関係になります、まあ、ちょっと中略しているところねちょっと間端折っているところもありますけどちょっと読んでいきます、17その後 B は、まあ、2行目の終わりの方でいいですけども、D は抵当権に基づくあの結局ねお金返してもらえなかったんですよ弁済期でね。そこで D は抵当権に基づく物情代によって貸金の回収を図ることを考えて平建物の2階部分の賃料について、抵当権に基づくね、物情代で、資金貸金回収をしようというふうに考えました。で上の図見てねあの理解しておいてくださいね。というわけでね、B さん D さんにお金返してくれなかったからこの B が G に、こう貸して発生している賃料債権、まあ、そこにちょっと物情代してあげようとしていこうそんな感じのことをまあ企画してます。でそこでっていう段落ですけどもD は平成24年9月18日抵当権に基づく物情代権の行使として B が G に対して有する賃料債権のうち24年9月25日以降に弁済期が到来する同年10月分から平成25年9月分までの差し押さえの申し立て、まあ本当はね抵当目的物競売しちゃえばよかったんだけどおそらく競売しても売れないと思ったんでしょうね。というわけで、まあ、とりあえずちょこちょこ物情代で賃料債権回収していこうかってことでねそんな感じで物情代の差し押さえを、することにしたようですね。でそんな感じでですね差し押さえ命令が平成24年の9月21日に、ね、B と G に送達されました。で、あのこれはちょっとした知識なんですけどもこの差し押さえの効力がいつ発生するかというとあの第三債務者にですね差し押さえ裁判所からの差し押さえ命令が送達された時にねその差し押さえの効力が生ずるというようになってるんですよ。ただまあ今回ねあの判例してればとりあえずいつが基準時になるかというと、まあ、この差し押さえの効力というよりは抵当権の場合は抵当権の、ね、設定登記の時が基準になりますからね、まあ、こっちのところはそんなに大事じゃないんですけども、まあ、とりあえずこんな感じでね一応差し押さえの効力が発生したのはこの第三債務者に到達された送達された24年の9月21日だというところで一応チェックしてきましたね。でそんな中でですね、18ページこの送達がされる前の要はまだ差し押さえの効力が発生する前の24年9月初旬でもね気をつけてくださいよ差し押さえの効力は確かに発生してません。第三債務者に送達されたのが9月の21日ですからね確かにこの時点では差し押さえの効力は発生してないんですがでも抵当権の設定登記はすでにされてますね。
さっきあの、ね、前のページで確認したとおり9月の14日ん違うかあ9月の14日か、まあ、そんな感じかで、9月の初旬大型で台風が襲いね、この後ちょっと債権の発生時期見ていきましょう。まだこれであの自動債権が発生したというふうに書いてませんので、この後いつの時点で自動債権が発生するか見ていきましょう。最終的にはね、あのこの次のところだね、2階部分がね、その強い台風で、暴風のため窓が損傷して外気が含む状態になっちゃったんですけども、次の段落で G はってところね、 G はやむなく E で、 E はね、あのちょっと問題文はしょってたからここに出てこないんですけど、塀建物を建築した、まあ、建築受け業者になります。で G さんね、はですね、この建物の借り主 G さんは E に連絡を取って相談して、 E および G は平成24年9月8日、E が兵建物の2階部分を修繕し、それに対する報酬として G が E に対して30万円を支払うことを約しました。でその後、まあこの額がまあ適正だということや、あとその翌9日に、ね、E が、この、ね、工事をまあ完了したことから、まあ、同日 G は E に対して、この、ね、支払いをしたということになってますね。まあ、こんな感じの状況になってます。でそんな中で設問3なんですけれども、平成24年12月7日になりまして、D は同年10月分から12月分までの賃料、ちょっと格書きなんか飛びしましょうか、まあ、そのね3ヶ月分の賃料の合計額である90万円、月額30万円ですので、その3ヶ月分の合計額90万円の支払いを G に求めました。この根拠は何ですか。この D さんがね、この G さんに対して3ヶ月分の賃料を求める根拠は何ですかというと、それはあの抵当権に基づく、ね、物除代の差し押さえ、それを理由にましております。それを理由に、ね、賃料を払ってくださいというふうに言ってますね。で求めたんですが、ただ G さんは事実18の報酬相当額、要はあの修繕費用ですけども、その報酬相当額である30万円を差し引き、60万円だけ支払うんだという主張をしてます。でそうすると D さんは反論すると、その反論をを理解するために、さっきの平成13年判例ですね、その総裁を認めなかった平成13年判例がちょっと思い出さなければいけないんですけども、それに依拠して D さん反論します。 D はまず G が報酬の相当額を支払うよう B に対して請求する権利を有することに説明してほしいと、これはあの自動債権の発生原因をねちゃんと説明してほしいと言ってるふうに言ってますね。で仮に自動債権が発生したんだとしても、仮にその権利があるとしても判例で、これはあのさっきの13年判例ね、総裁賃借人側からの総裁を認めなかったね、まあ、判例を言ってるんですけども、判例によればそれと賃料債権を相殺することをもって D に対抗することはできないから、 G は D に対して90万の全額の、ね、支払い義務を負うんだと、つまり賃借人側からのこの30万の相殺の人は認められないんだと、13年判例からしたらね、もう先に抵当権の設定登記してるんだからもう無理でしょうというようなことを言っておりますね。抵当権は平成前の年だもんね、平成23年ですからね、この抵当権の設定登記ね。で実際こっちの方平成24年になってからの話ですから、まあ、一番最初なんですよ、この抵当権設定登記ね。というわけで、まあ、確かにね13年判例からしたらこういう主張も成り立つのかなというふうに思われますよね。さあでその後ですけども、この D の反論を踏まえた上で G がどのような主張をしたらいいか、だから今回この平成13年判例があると困っちゃう側の人から、こうね、立論しろっていう形になってますね。で理由を付してまあ説明しなさいって形になってます。でこの時思い出さなければいけない判例はさっきの13年判例と、あの敷金の平成14年のやつですよ。あっちは実質的に、まあ、総裁っていう一生じゃ別に、ね、求めてないけど、実質的に総裁したのと同じような効果をあの結論として認めてるじゃないですか。ですので、まあ、そこのところね、この2つの判例をまあよく検討頭の中でして、でなんとか14年判例側の方になんか近い事案なんじゃないかって形でまあ分析してもらいたいのね。でこの時さ、頭固く考えちゃいけなくて、要は法律の科目ってね、どの科目でも対立する利益の調整をどういう法律的な理由をつけてあのうまく皆さんが調整を図ることができるかということを問うてるんですよ。でこれもその一つですね。今回だったらその債権者と賃借人、ね、この一本の賃料債権、未払いの賃料債権をめぐって抵当権者とその賃借人の側で一本の債権をめぐってるんですけども、そこをどう利益調整していくのかっていう話なんだと思います。でこの時さっき あのその賃借人側からの総裁を認めなかった平成13年の判例、あれはおそらくね、やっぱこうわざわざ自動債権を賃借人の側が作り出してるから、それを抵当権者、先に抵当権設定登記をしているね、抵当権者との関係でおそらくね、擁護性がない、そんな自動債権はまあなんか擁護性がないんじゃないか、抵当権者との関係でね、というような価値判断が出てるんだと思います。一方その14年判例ですね、まあ、実質上総裁を認めるようなあの効果を、ね、認めておりますけど、あれはやっぱ敷金ということで、余りがあったらそれは賃借人に返すのが当たり前だということね、そういう債権なんですよ。あ皆さん想像してくださいよ、
どっかじゃあなんかアパートかなんか借りましょうかじゃね。でその時、まあ、敷金払いますよね。でその時じゃ あの特にね未払い賃料とかもなくて、まあ、敷金が丸々残るとその修繕費用とかもまあ なくて敷金丸々返るような状態になってる時に自分が知らないところでさ突然抵当権者出てきて、いやあなた あの未払い賃料債権、あそっか未払い賃料債権がないとこの話にならないから、まあ、一応未払い賃料債権があると。でそこでも賃借人の方はさ自分が差し入れてる敷金が充当されて、まあ、結局現実的にお金をさらに追加して払うことないと思ってたとするじゃないですか。でそんな中で突然謎の抵当権者がね、抵当権者がいるかなんかわざわざ分かんないですよ。建物借りてる人なんかはいちいち登記簿まで確認しないでしょ。だからその中で突然抵当権者出てきてさ、あなたの未払い賃料債権は私が差し押さえてからあなたのそのね敷金充当の主張できないんですよって言ったらたまったもんじゃないよね。というわけで敷金というのは基本的に余りがあったら返さなきゃいけないんですよ、賃借人保護のためにね。そうすると、その敷金の返還請求権というのはさっきの、あすみません事案が違ってそのわざわざ作り出した事案じゃない場合は要望性がすごく高いんですよね。そういうふうに言うしか13年判例と14年判例の結論の違いを説明できないんですよ。そんな感じで考えてるんじゃないかって形ね。同じようなその賃借人の自動債権なのに、なんでこんな結論が違うのかって言ったらおそらくその要望性の違いだと思うんですよ。なので判例その事案を見てる可能性ありますね。でそんな中で今回の事案どうかっていうと賃借人の自動債権って何でしたっけっていうとわざわざ無理やり作り出してるんじゃなくて、まあ、台風でその建物が壊れちゃってね、でいや、まあ、やむなく、まあ、消費者にそこを修理させればよかったんだけど消費者がいなくて、まあ、やむなく、それをこう代わりにね受け売りにお願いをして、要はある意味その賃貸目的物 その保存に必要な必要費をまあ出してるわけですよ。というわけで今回 その賃借人の自動再建というのは必要費ですよね。で民法 の勉強していくとね学ぶことなんですけども必要費っていうのはですね直ちに償還請求することができるんです。非常に要望性が高いもので本来その必要費物 その保存に、ね、必要な費用っていうのは680条の1項でしたっけ、まあ、680条あたりに条はありますけども、まあ、直ちに償還請求することができるぐらいね非常に要望性が高い権利なんですよ。一方そのちょっと話変わっちゃうけど賃貸目的物の価値を高めるような有益費の費用償還請求権はあれは契約終わってからじゃないとまあね償還請求できないんですけども必要に関してはねもう終了契約終了する前から直ちに償還請求できます。それは何でかって言ったらその物の保存に必要な必要費というのはやっぱ本来賃借人ではなくてその物を貸している賃貸人が負担すべきものだからなんですよね。そういった意味で本来負担すべき賃貸人がねそれを負担しないがゆえにまあ賃借人が仮に出した場合にその債権その賃借人の請求権というのは非常に要望性が高いんです。ただ敷金の返還請求権と違って当然その未払い賃料に充当されるという法的根拠はないんですよ。だから総裁の意思表示は必要になってくると思います。その賃借人が保護されるためにね総裁の意思表示は必要になってくると思うんですけどもただその総裁の意思表示さえすればその要望性が高い債権自動債権がねその総裁の自動債権が非常に要望性が高い債権ですから、まあ、その総裁の主張の方が認められる可能性が出てくるんですよね、まあ、そんな感じですかね、まあ、そういう形で考えてもらえればと思います。でちょっとね出題の趣旨を私の回答例を見る前にですね出題の趣旨を見てみましょう。29ページを見てください。出題の趣旨見てからちょっとね試験考査員の採点実感ね、まあ、こんな答案がいいんだとかこんな答案が悪いんだとかいろいろ司法試験の場合は言ってくれてるから、まあ、司法試験の受験生絶対採点実感見とかないと採点実感ってね将来の受験生に当てたメッセージなんですよ。特に憲法の方はそれはっきり書いてくれるからね将来の受験生に向けたメッセージいい答案悪い答案のいろいろねところを指摘してくれてますからこれ踏まえて試験を受けていかなければいけません。で予備試験の受験生の方も参考になるからなるべく早いうちに司法試験の問題に触れて特に採点実感はね見といた方がいいと思いますね。でそんな感じでちょっとね下の詩先見ていきます。29ページのところです。線引いてあるところだけちょっと趣旨見ていきますね。私の方でちょっと線を引いておきました、4行目あたりね29ページまずこれちょっと一般的抽象的な話なんですけど民法の試験ってのはこうなんだ。民法上の問題についての基礎的な理解に加え当然だからさっきのさ13年判例と14年判例分かってなかったらアウトだからね基礎的な理解という点ではね、まあ、民法上の問題についての基礎的な理解に加えてその応用ほらだから事案変えてきたでしょ。司法試験で必ずここだから最後はねその基本分かってることを前提にひねってくるんですよ。そのままその知識を使って処理できるような問題絶対出しませんから司法試験は最後ここです、まあ、その応用を問う問題で制度の趣旨を踏まえまあ、制度の趣旨ね要は利益調整ねさっき言った通りその必ず対立する当事者が出てくるんですけどもそこをどういう形でねどういった価値判断でまあ利益調整してるのかっていう話ですけどその自動債権がほら敷金返還請求権の時とさあとわざわざなんか作り出した時とではちょっと違うんだとかねそういうところ自分で考えていくんですけどねまあ制度の趣旨を踏まえ妥当と認められる解決を説明する能力ねそして当事者間に生じた事態について法律関係の正確な理解に基づくまあ分析の能力それから事案の解決において参考となる判例の趣旨を理解してまあ事案との
比較検討ね、まあ、これをちゃんと頭の中でしていかなければいけないということね、まあ、今回だったらさっきの13年と14年の最高裁ね、あれのちょうど中間的なところだと思うんだね。どっちかというと多分14年の判例に近いような、まあ、事案だと思うんですけどもね。で、今度次のところね、設問3話っていうところで、ここはねちょっと読んでいきます。普通に設問さんは抵当権設定登記の後に賃貸に対して取得した債権と自動債権として賃料債権との相殺の意思表示をした賃借人と抵当権の無事情代金に基づき、当該賃料債権を差し押さえた抵当権者の優劣について判断した、参考判例を、ね、提示して、でここであの13年判例がまあ提示されてたんですけど、判例を提示して本文の具体的事案のもとでもうその参考判例にのっとった結論を導くことが相当かどうかを問うものなんだと。13年判例に乗っかっちゃうとさ、総裁の主張認められなくなっちゃうんだけど、それはやめてくれって話なんですよ。今回あの総裁できる方の立論を求められてますから、まあ、どっちかというと14年側の、ね、判例の方に近づけていかなければいけないわけね。ただし14年判例と違って、あの敷金返還請求権では自動債権があの必要費の償還請求権であって、その敷金返還請求権ではありませんから、まあ、当然充当されるというんじゃなくて、まあ、総裁の意思表示はまあ必要になりますけどね、まあ、いずれにしろ結論としては、賃借人の方を勝たせるようなそんな立論を求めておりますね。で、またこの点を検討する前提として必要費償還請求権、民法の608条ぐらいだよね、必要費の償還請求権の成立要件についての理解とその当てはめを、まあ、的確に、行うことが求められると、まあ、総裁の前提として自動債権がないといけないからね、今回のこの自動債権の発生原因であるこの必要費の償還請求権、これがねちゃんと発生しているかどうかというのをちゃんと要件に即して、まあ、検討する必要があります。で今度判例法理の射程について議論する際は、まあ、今回この13年判例が問題文で提示されて、それを理由に抵当権者の方が、あんたのねその総裁の主張を認められないってことを言ってるから、まあ、判例崩していかない、判例のところちょっと触れなきゃいけませんけど、判例法理の射程について議論する際は単に参考判例と本文とでは事案が異なるから、D の依拠する判例法理が、本文に適用されないとするのみでは十分ではないと。まずこういう発想を持つのは大事なんですけど、それだけではダメで法的な理論を展開しなければいけません。まあ、ある意味ちゃんと規範、単にこう判例の事案はこうで、で本件の事案はこうだ、よってこうだって言うと全然法律的な文章じゃないんですよ、ね、判例の事案はこうだ、本件の事案はこうだ、よってこうだって何のあのつながりもないじゃないですか。そこできちんとそれを法的に説明しなければいけません。でそれがこのところだね、今の、ね、段落、判例法理の射程についての段落の2行目のような法理ですね、参考判例の事案におけるどのような特徴が判旨の示すルールの前提となっているのか。ルールというのは総裁を、ね、あの否定している方です。総裁を否定しているところですけども、どんな、ね、その事案の特徴が判旨の示すルールの前提、つまり総裁を否定する前提となっているのかを論理的に明らかにし、その特徴がどのように変化すればルールがどのように変化するのかを、まあ、明らかにしなければいけないと。その上で本文の事案においてはどのルールが適用されることの結果として G の主張に沿う結論となるものであるかを示す必要があるということになっています。でこれちょっと難しいかもしれないけど、簡単にあの考えるとしたらさ、例えば判例の事案の特徴はその自動債権、賃借人の側が総裁に供しようとした自動債権をわざわざ作り出してるっていうことで、抵当権者の関係ではその保護に値しないね、そういうまあ特徴があります。そこのところね、そうすると逆にちょっとそこが変わって、抵当権者あの逆にその自動債権の方を保護するような必要性があるようなときは、まあ、判例のその事案と随分違うことになってきますので、自動債権を保護するような、まあ、状況になっているのであれば、まあ、総裁の方を、ね、優先させる余地が出てくると、まあ、そんな感じでちょっとルールを変更することも可能なんだと思うんですよね。でここが法的な、まあ、ルールになりますので、それを当てはめしていきましょう。どうですか、自動債権の方が保護に値するっていうのをじゃあ本件に当てはめていくと、今回の自動債権って必要費の、有益の、あ、すみません、必要費の償還請求権です。でこれはさっき言った通り、有益と違って、有益の償還請求権と違って、まあ、直ちに償還請求することができるような要望が高いものになってますね。あとは実質的な価値判断としても、本来その物のほどに必要な必要費というのは賃貸人が負担するべきものなんですよ。それを代わりに賃借人がやっぱり、払っている以上、まあ、やっぱそこは確実に、ね、賃借人の方に対して、その、必要費の償還請求を認めるべきなんですよね。まあ、そういう点で、そのさっきのさ、要保護性が高ければ判例の結論変わるんだっていうルールにその今の、ところを載せておくと十分変わりうるんじゃないかと思うんですよね。そうするとあとは、まあ、今回あの敷金、あの自動債権が敷金の返還請求権じゃありませんので、まあ、総裁の意思表示は必要になってきますので、まあ、総裁適条の要件を満たせば、まあ、普通に総裁できるというような感じになるんだと思いますね。総裁適条の要件さえ満たせば、まあ、普通に総裁することができるんだって形で、行くんじゃないかと思います。というわけでここ難しく考えないでくださいね、まあ、とにかく判例の事案、あの13年判例が問題文に挙げられてますけど、なぜあれがね総裁
賃借人側からの総裁を否定したのかというと、やっぱその児童債権わざわざ作り出しているから、そういうのをその抵当権者、正当なその、ね、抵当権設定登記をしている正当な利益を持っている抵当権者との関係では保護に値しない、まあ、そんな、まあ、価値判断があったんだと思うんですよね、まあ、そこのところ。でも今回のこの、事案では児童債権を、まあ、わざわざ作り出しているわけではありません。むしろその支出を余儀なくされているんですよ、ここのところね。この台風で壊れちゃって雨が入ってくるようになったから支出を余儀なくされています。そんな児童債権の事案ですよ。というわけで、まあ、擁護性が非常に、ね、高い事案なんで、そこをちょっと一個抽象的に法律レベルにして、判例は児童債権が擁護性低いときに総裁を否定しているけれども、逆に言えば児童債権の擁護性が高いときは総裁が認められるんだと、総裁適用の要件さえ満たせば総裁が認められるんだと。でこれを本文について見るにってことで、その児童債権の擁護性の高さを皆さんがアピールするわけですよ。そのさっき言った通りね、必要費の償還請求権だっていうところを踏まえてね、本来賃貸人がやっぱ負担すべきものなわけですから、しかも直ちに償還請求できるものでありますので、擁護性非常に高いという当てはめができると思いますね。ですので、あとは普通に総裁適用の要件ですね、まあ、その債権債務ね、同種の債権債務がまあ対立しているということ、まあ、実際上金銭債権ぐらいしか使われないんだけど、別に条文上金銭債権で限られてるわけじゃないんだけど、まあ、実際ね、同種の債権対立で金銭債権ぐらいしかありませんけどね、事実上ね、まあ、同種の債権対立してるでしょ。それから児童債、これ解釈論ですけど、これ最後のページにありますんで、総裁適用の要件ね、児童債権が弁済期になければいけないというふうに言われてます。というのは、児童債権が弁済期もないのに総裁をしてしまうとね、その児童債権持ってる側から総裁をしてしまうと、その児童債権に関して相手方にその弁済期前の履行を強制することになってしまって、相手方のその期限の利益をね、失うことにまあなるからなんですよ。ですから、まあ総裁適用の要件として、まあ同種の債権が対立しているということで、今回で言えば必要費の償還請求権と未払い賃料債権ということで、金銭債権は夜通しの債権対立してるから1個目の要件を満たしますよね。それから児童債権が弁済期に到来しているかということに関しては、さっき言った通り608条の1項でしたっけ、まあ、608条ね、必要費って直ちに償還請求できるものですから、もう支出した時からすでに弁済期にありますから、まあ総裁適用の要件を満たすということになってますね。というわけで、まあ総裁認められるという形でいけば、そこそこというか、まあ十分な合格答案になってくると思いますね。あと1点、ここまで最低書きたいところなんですけど、もうちょっと深い話をするとね、採点実感実はもうちょっと深いところが書かれてありますね。というのはね、先に大雑把な、ちょっと読む前にね、大雑把な話をしておくと、その債権の発生原因の債権の権連性のところを見ていきます。13年判例の事案は、まあ、賃料債権と、まあ、敷金返還請求権、要は保証金の返還請求権だったんですけど、債権の各論でね、賃貸借のところで勉強するんですけども、敷金契約って賃貸借契約に付随するものではあるんですけど、一応その賃貸借契約とは別個のまあ契約なんですよ。だそういう点で考えると、その各ね、債権、要はその未払い債権、未払い賃料債権とそれに対抗する、この敷金の返還請求権、保証金の返還請求権、これは一応別個の契約から成立したものですから、権連関係が弱いと。で、権連関係が強いときは、やっぱりそのね、総裁の趣旨である当事者の公平、簡易な決裁、当事者の公平っていう趣旨から、まあ、総裁が当てはまりやすいんですけども、まあ、一応こうちょっと別の契約からした場合は、ちょっとその趣旨が当てはまりにくいんじゃないかっていう言い方ができなくもないのね、無理して言えば。まあ、そんな発想で、後で採点実感見ると分かりやすいと思います。それに対して、この本件の事案におきます、おけるその賃料債権と、その必要費の償還請求権、これ1本の賃貸借契約から成立しているものになりますから、権利差非常に強いんですよね。で、権利差の強い債権に関しては、まさにその総裁の趣旨である当事者の公平、簡易決裁、まあ、そういうものが当てはまりやすいので、総裁が、ね、より認められやすい方向になってくるということになってきます。ただちょっと気をつけてね、総裁適用の要件として、別に児童債権と児童債権が同じ契約から発生したってことはいりませんのでね、だから、まあ、無理やり言おうとすれば、そういうことで13年判例と本件の事案の違いをさらに出すことができるんだという話なんですよ。で、まあ、一応ちょっと採点実感見るとね、そんな感じのこと書いてあるのね、まあ、そこまで現場でなかなか書けないと思うからね、まあ事後的な復習のところで、あ、こういうふうに考えることもできるんだなっていうふうにね、見ていくと、まあ、皆さんの思考能力がこう高まってね、今後のためになると思うんで、まあ、ちょっと事後的な確認にはなりますけれども、その点のところですね、30ページ見てください。採点時間、試験考査員がね、こんな答案はいいよ、こんな答案はダメだよって形で、まあ、いろいろね、教えてくれてる非常に貴重なものです。でですね、30ページの、
このカッコさんね、設問さんについて、で、あのところで設問さん全般的な採点実感で、これちょっとね全部読むと大変なんで、後半部分についてはって3段落目のところ見てください。後半部分については単に参考判例と本文とで事案が異なるから D の依拠する判例法理が本文に適用されないにとどまるととは見られたと。で、参考判例の事案におけるどのような特徴が判詞の示すルールの前提となっているかを論理的に明らかにしね、その特徴がどのように変化すればルールがどのように変化するか明らかにしなければいけないと。で、本文の事案においてどのようなルールが適用され、その結果 G の主張、こちらの陳釈人の方ですけどもね、総裁をしたいという G さんの主張に沿う結論となることを示す必要があると。総裁を認めるのであれば、なぜ総裁が認められるのかを部長代との優劣だけではなく論点に飛びついてそれで結論に終わりするんじゃなくて、当然総裁の要件に照らしてね、さっき言ったように総裁適条ですよ、ね、同種の債権対立っていうのと自動債権が弁債期に到来してるっていうことを触れてね、それで総裁できるということをね、結論出してもらえればと思いますね。そして31ページです。答案の例をね出してくれてます。優秀に当たる答案の例、悪い答案の例とか出してくれてるんだけど、これちょっとここでは今日はしょっちゃってますね。まあその気になる方は後でね、おいおい叱るべき時に本物の方を見てください。本物というか原本の方をね見てください。で、優秀に該当にする答案の例としましては、民法680条1項にいう賃貸の負担に属する必要費とは、まず規範定率だね、賃借物を使用収益に適する状態で保存するために必要な費用を言うんだと。で、この後ごちゃごちゃ書いてあるけど、まあ、これぐらいでいいですよ。このね、とにかくこの賃借物の使用収益に適する状態で保存するために、まあ、必要な費用ね、です。で、当てはめをまあしていくと、まあ、さっきほら台風でなんかね、雨漏りするようになったとかそういうところですから、当然これに当たるはずですので、ね、まあ、そこのところを指摘してもらえればと思いますね。それからちょっと難しいなと思うのは、ちょっとその後6、7行下のところで太字にしてるところですね。権限関係が密接っていうところなんですけども、本件はね、その判例の事案と違って権連関係が密接であるとともに、さっき言った通りね、ほら判例の事案は別一応付随するとはいえ、資金契約って賃貸借契約と別個の契約ですから、両債権の権連性ちょっと弱いと。それに対して今回は賃貸借契約っていうところから両方発生してますからね、賃料請求権、未払い賃料請求権とこの必要費の償還請求権ね。というわけで、まあ、権連性が密接であるとともに、賃料債権に抵当権の効力が及んでいることを知っていても、その取得を思いとどまることができない性質、これは多分用法補正のところに影響すると思うんだけどね、そういうところなどを指摘して、参考判例の射程が及ばず総裁の期待が重視されることなどを論じてね、かつちゃんと総裁の要件もね、総裁適条ですけども、同種の債権が対立してるっていうのと自動債権が弁債期に到来してるってところを着目して最後ね、総裁することができるというふうに、まあ結論をね出してくださいっていうのが書かれてました。だ、なんか論点に飛びついちゃいけないなっていうのはちょっと参考になりますよね。今度もね、このさっきの13年判例の論点の処理だけしちゃダメで、最後ちゃんと総裁できるためには総裁適条のね要件当てはめしなければいけないというところになってきます。で、今度ね、括弧4、全体を通じて補足的に指摘しておくべき事項でね、これはねちょっとハイレベルなんで、皆さんが本当に基本知識をちゃんと完璧にやってね、で論文の書き方もそこそこできるようになってきたときに、こういうのを意識するとより、例えば100点満点でね70点ぐらい取ると論文試験ってもう結構トップの方で、まあ、受かるんですけども、皆さんがねもう65点ぐらいもう十分合格するぐらいの力がついて、さらにもっと自分は上の順位でね受かりたいっていう時にすごく参考になるところなんですけども、ちょっとレベルが高いことが書いてあります。まあ、ちょっとご紹介していきましょうか。司法試験の出題の中でも特に論文試験で出題される事項は確率的な思考で解決が得られるようなものではなく、その通りなんですよ。別に民法に限らずどの科目でもまあそうなんですけど、確率的な思考で解決が得られるものではなく、あえて回答を見出すことが困難な課題を与えるなどして受験者の法的思考力を試そうとしているのでありね、採点者はいわば出題において提示した課題を受験者が共に悩んでくれたであろうかというような気持ちで一枚一枚読んでるんですよ。そこをさっきの13年半でペタッと貼り付けてね、なんかとか14年半でペタッと貼り付けちゃうとね、ちょっとこう読んでる方がっかりしちゃうんだよね。そこのところどう考えてるのか聞きたいんだと。で、これでも心配しないでね、すごくハイレベルなことを言ってるからね、これも十分ね、もう皆さんがもう合格レベルに達した時にね、さらにこうもっと上の方で受かりたいっていう時に気にすればいいところです。でね、そのような気持ちで4行目の終わりの方で点線のところ、これ悪い例で私ちょっと反面教師にしてほしいということで点線引いておきました。まあ、そのような気持ちで読み進む際に、時に答案の中には問われている事項の内容ではなく答案の文章表現や表面的な構成のようなね、見栄えばかりにとらわれ、あるいはこれまで考えたことのない問題での致命的な失点を恐れて無難な表現に終始し、いつまで読み進んでも本質の内容的事項の論述が見出されないものが、まあ、見られるんだと。悪い例でね、特に憲法をやりがちなんだけど、憲法でこれやるとさすがに合格等に絶対なんないからね、無難な表現に終始しちゃってやっちゃうと、特に憲法ね、あそこはやっぱりそこそこ深いこと考えていかないと、必要な知識が少ない分ね、やっぱ考える力出さないと合格等はなりませんけどね。
まあ、民法の場合はね、そこまでやんなくてもまあ合格はできますけども、まあ、一応でもね、同じことが言えます。というわけでね、いつまで読み進んでも本質的、内容事項の論旨が見出せないものが見られると。答案の表面的な構成の手法にはね、時に流行のようなものも見られ、まあ、論証集とかが出るとみんな見るもんね。だからまあその時に流行のようなものは見られ、年によって特定の構成が多くの答案において、用いられる状況が見られると。そうした流行の型のようなものに従って論じすることがそのことのみで不利になることはないけど、同時にまた気づいてほしいことは、そのようなね、見えばかりに高低し、あるいは無難な表現に終始し、内容的本質に関わる論述を書く答案は当然のことながら高い評価は与えられるものではないということね。ということで、まあ、非常にハイレベルなことが書かれています。ただし憲法はこれやんないと合格答案にすらならないから気をつけてくださいね。ここのところね、 LRA とかペタッとなんか理由もなくはっつけてね、その後当てはめてこちょこちょこってやったらもう本当にやばいですよ。4000番とかなっちゃうからね、司法試験の方だったらね。で、他方、その問題の本質的な課題に正面から向き合い、要はだからね、必ずどの問題にもその既存の知識だけではそのまま処理できないところがあってさ、絶対悩まなきゃいけないところがあるんだけど、そこの課題にね、やっぱ正面から向き合ってね、限られた時間の中でも思考を巡らせて自分なりの回答を見出した答案については、なんとほら、多少の難があってもそういうとこ踏み込まない答案より高い評価になるんですよ。なんとね、多少の難があっても、だからやっぱこう踏み込んでほしいんだよね、その問題の本質にね、というようなことが結構ハイレベルのことなんですけども、まあ、書かれてますね。でちなみに憲法は絶対やってください、これをね。ただ他の項目はここまでやらなくても相対的に受かりますから心配しないでください。十分ね、民法とか、まあ、会社法、商法とか基本知識のところを身について、まあ、そこそこ表面的な処理すれば他の受験生がそんなにできないから合格できますから、そこのところは心配しないでください。ただその皆さんがもし、そのある科目ですごく点数を稼いで、それで順位を稼ぎたいんだっていう時はこういう視点でね、答案を作っていかないといけませんのでね、まあ、それがでも得意科目ってことになるんでしょうね。そういうところまでできるようになった科目が、まあ、得意科目だということになってくると思うんだけど、その得意科目 になる前にまず全部をまず合格ラインに揃えなきゃいけないから、そこですよ。ではまずは苦手科目からこうやって、その極端に足引っ張るような科目を作らない方が絶対早く合格しますからね。でそれできた時にこれ狙ってくださいよ。ただし憲法はこれやらないと合格とはならないから気をつけてください。まあ、そんな感じですね。じゃあ最後、私の答案をね見て、じゃあ終わりにしましょう。回答例はね、問題文の後につけてあります。採点時間の後につけてあります。32ページを見てください。で一応ちょっとね、事実関係簡単にいろいろ人が出てくるんだけど、誰が誰だか分かんないと意味なくなっちゃうからね、一応事実関係だけ簡単に確認しておきますと、抵当権者 D がいます。で債務者ね B、 これは同時に賃貸、抵当目的物をまあ賃貸するんで賃貸人にもなってます。でそれを借りてる方が賃借人 G さんですね、まあ、第三債務者である G さんになってます。でそんな中で、D さんの横丸1、まずね、B 所有の建物に抵当権を設定して、かつその設定登記もね、設定を受けて設定登記もします。そして丸2として、B が、ね、G に対してその賃貸目的物を貸して、で賃料債権が発生しますね。でそんな中で、その下の丸3としまして、その費用の、ね、必要費の、まあ、償還請求権が発生するという状況になってます。でそんな中で、まあ、抵当権者は抵当権者で賃料債権を物料代で差し押さえたいと。でその G さんは G さんで、その主張をされてからね、その総裁がされてるからね、私は賃料払わなくて、あなたに賃料払わなくていいんですよというような主張をしていると、まあ、そんな状況になってます。だけで D と B と G ね、これだけ今頭に入れておいてください。でそんな中で、この下縦1、 G が報酬の相当額を支払うよ B に対して請求できる権利についてね、これ一応説明してくださいって書いてあったから簡単に触れておきましょう。賃借物の使用及び収益に適する状態で保存するために必要な費用はね、681項の必要費にあたり、これ一応規範です。このね、賃借物の使用収益に適する状態で保存するための必要な費用は、681項の必要費にあたり、これを支出した賃借人は直ちに賃貸に対して償還請求することができるんだと。でここから当てはめ、本も見るに規範と当てはめがね、ちゃんと文章分かれてると、いちいちナンバリングしなくても三段論法されてるって分かるから、これはこの1行目から3行目の途中までね、この本も見るにっていう手前のところまでが規範で、ここから当てはめしてるっていうのすごく分かると思うんですよね。これ本来三段論法ってこういうものなのね、ナンバリングに頼ってもいいんだけど、ナンバリングしなくても分かるような文章を書いていかないといけないので、本も見るに、大型台風の暴風のために窓を損傷して外気が吹き込む状態になった建物につきね、 G が E に対して、上の図見てくださいね、誰が G、 あで E はこの請負人ね、建物直してくれた人、まあ、G が E に対して損傷した窓の修繕を依頼して、その仕事完成後に報酬として払った30万は、これ当てはめに戻ります、規範に戻ります。賃借物の使用収益に適する状態で保存するための必要な費用として608の必要費に当たるんだと。したがって G は6081項根拠に報酬相当額の30万を支払うよ B に対して請求することができるんだって形ね、まあ、こんな感じで書いておきます。さてでも問題はあれだよね、この
D さんの方ね、抵当権者の方は平成13年判例をね、こうちょっとこう理由に、総裁できないんじゃないかと主張してますから、そこです、縦に平成13年判決に依拠した D の反論に対する最終的には総裁ができると言っていかなければいけませんので、まあ、G の主張をしていきますね。で、括弧1、この G さんね、陳謝人 G さんとしましては、本文事案には平成13年判決の射程が及ばず、 G が B に対して取得した前期費用償還請求権と陳情債権との総裁を D の抵当権に基づく物情代理の効力により制限することはできないと主張することが考えられると。で、以下ね、理由を説明していきます。括弧2、まずそうすると13年判例の事案を見ていきましょうかね。まあ、要は児童債権に擁護性がないんだということを指摘してあげればいいと思いますよ。簡単に言えばね、この固い文章で書かなくても、13年判例はわざわざその賃貸借契約を1回解除してね、また同じような敷金、その保証金の減額だけして、また同じような、ね、賃貸借契約を同じ当事者でやってるわけですから、無理やりその児童債権作り出してるんだってことさえ指摘できれば、こんな固い表現じゃなくても大丈夫ですから、心配しないでください。まあ、一応読んでいきましょう。括弧2、平成13年判例の事案を見るに、抵当権者Q のために、あ、これね、誰が Q とかいろいろ書いてあるんですよ、問題文の方に。で、それは28ページに図が書いてありますから、 Q、P、R、 さっきほら先に見てもらったやつね、28ページの真ん中辺のところ、これが問題文に引用されている平成13年判例の登場人物になります。 Q、P、R が出てきます。もしちょっとややこしいようでしたら、32ページにね、QPR って別に中身書かなくていいから、QPR って書いておいてもらえるといいかもしれませんね。もうどこでもいいからね、ちょっと書いておきましょうか。 QPR ね。まあこんな感じで書いておくといいかと思います。でですね、そんな感じでね、縦2の括弧に戻ります。32ページ、32ページの縦2、括弧2、平成13年判例の事案を見るに、抵当権者 Q のために抵当権の設定登記がされてから、 Q が抵当権に基づく物情代理権の行使として本文陳情債権を抑えるまでの間、債務者 P 及び第三債務者 R との間で一度賃貸借契約を解約して保証金の額を減額した上で、ね、改めて賃貸借契約を締結で、児童債権となる保証金の差額返還請求権を賃料債権との相殺のためにわざわざ作り出していると評価できると。まあ、13年半でこんな特徴があるんですよと。で、余裕がなかったらもうここで終わりでしょうね。もう一つ牽連性の話を特徴2として挙げてますけど、おそらく受験生の中にはここ厳しいと思う人がいると思うんでね、まあ、最低この特徴1だけは指摘してくださいよ。で、一応ちょっとここでは、さらに特徴2まで指摘しておきますね。また判例の事案で児童債権とされた保証金の返還請求権は児童債権の発生原因たるね、賃貸借契約に付随するものであるけど、一応ね、別個の契約なんですよ。まあ、これとは別個の保証金契約により発生したものであり、児童債権と児童債権の発生原因とかね、異なってんだと、このね、契約異なってるということで、まあ、牽連性の程度が、まあ、密接なものではないと。これ本件の事案との比較だから、まあ、言えることなのね。さっき言ったとおり、別にさ、総裁の要件として児童債権と受動債権が同じ契約から発生したということは一切要件になってないから、まあ、この事案だからこそね、こうやってます。ちょっと難しい、気づきにくいところではあると思うから、ここは書けなかったらまあしょうがないのかと思うね。他の受験生も多分ほとんどの人書けないと思うから、こんなところはね。てか最低でも丸1は本当に頑張って書かないともう一切事案が処理できなくなっちゃうから、まあ丸1ですよ。やっぱこの児童債権の擁護性、ここのところはね、自分の言葉でいいですよ、ちゃんとね。この時書かなくてもいいから、自分の言葉で書いてください。で、そんな感じでですね、33ページの4行目、まあ、2段落目になりますけども、平成13年判例はこれらの2つの特徴が存在する事案を前提にね、抵当権設定登記により陳情債権に物情代理の効力が及ぶことを公示している抵当権者の利益を犠牲にしてまで、ここ自分の言葉で書けばいいよ。要は比較考慮してるんですよ。抵当権者の利益を犠牲にしてまでね、保証金の差額返還請求権を児童債権として、陳情債権を児童債権とする総裁を保護する必要がないとの配慮から、まあ、総裁を認めなかったんだというような感じね。で、ここちょっと私言葉固いと思うんで、皆さん自分の言葉で説明してくれればいい。この擁護性の話ね、を自分の言葉で書いてくれればもう OK。 この通り書かなくても全然 OK ですからね。で、今度ね、括弧3、本文の事案を見るに、 G が児童債権として主張する必要費の償還請求権は賃借物を使用収益するためにその支出を余儀なくされたものだと。擁護性が高いってことをちょっとわざわざ言って、擁護性が低くないんだってことを言いたいよね。その質を余儀なくされたものであると言えるので、前期判例の事案のようにね、まあ、児童債権と陳情債権とね、相殺するためにわざわざ、まあ、作り出したものじゃないんだということで、まあ、判例の、ね、特徴1がないよということになってきます。あと牽連性の関係では、ほらさっき言った通り、この2つの債権同じ、ね、契約から発生してますから、まあ、牽連性が強いと。だからその牽連性が、まあ、それほど強くない特徴2が、まあ、本件にはないんだというような感じを書いておきますね。
というわけで、まずね、このカッコさんの最後の結論のところなんですけど、以上より本門事案には前期判例が前提とする特徴1がないため、まあ、判例の射程は本門に及ばないという形でやってきました。ただ気をつけなきゃいけないのは、判例の射程が及ばないからといって直ちに総裁できることにはならないから、そこは気をつけてくださいね。だからよって総裁できるって言ったらアウトですからね。ちゃんと総裁適場の要件とか満たしていかなければいけませんので、まあ、判例の射程が及ばないっていうだけやっておきましょう。でこのあとね、一番簡単に書くんだったらですけども、この、まあ、カッコ4は結構丁寧に昨日の夜これちょっとね文章調整したんだけど、もっと簡単に書くんだったらね、ちょっとさっき口で話してるけど、このカッコ4のところをさ、例えばこんな風に書いたらどう、要はさ、今そのね判例の特徴がないっていうことを指摘したじゃないですか、そのカッコ3のところで、ね、でその後カッコ4で、まあ、本件では H13 判例が賃借人による総裁を制限する、まあ、根拠に、ねならないんだということ。だから特徴がないから、ね、この判例の特徴が本件にはないから、平成13年判例が賃借人による総裁を制限する根拠にはならないんだと。だから13年判例があることを理由に総裁を否定することができないんだ。ゆえに本当にもう超単純な理論だけど、まあ、総裁適場の要件さえ満たせば、まあ、普通にですね、総裁適場の要件満たせば総裁できるのは当たり前ですから、まあ、総裁適場の要件さえ満たせばね、総裁することができるっていうのは、これ一番簡単な書き方だよね。ちょっと浅いけど、もちろんここのところね、まあ、本当は総裁を認める必要性を、まあ、出して、その上で、まあ、総裁の適場の要件満たせば総裁できるってやれば一番深くはなるんですが、多分受験生厳しいよね。多分ここまで書くのね、答案に手で書くの大変だと思うから、まあ、本当に単純に書くんだったらこういうのもありだね。上のところでさ、平成13年判例の特徴が本件にないというふうに言いました。でそれを踏まえて各国のところでね、本件では13年判例、要は総裁のね、賃借人側からの総裁を、まあ、否定した13年判例を根拠に本件では総裁の、ね、否定をすることができないんだと。だから普通に総裁適場の要件さえ満たせばね、総裁することができるんだと。そんな感じで簡単に流しちゃうと、まあ、短く書けるよね。ちょっと浅くはなっちゃうんですが、ただ受験生もう相対的だから、それは100点満点でさ、100点取ろうとしたらここも勝負してね、積極的に擁護性があるときには総裁認めるべきだとかいろいろ言うのもありなんだけど、そこまで書ける受験生いないと思うから、多分これぐらいで多分トップクラスで受かると思うね。でそんな感じでですね、やるのもありです。でちょっと読んでみようか。でね、昨日はね、夜はこんな感じでちょっと文章を整えたんですよ。この今の、ね、メモはもう抜きにして、ちょっと長いけどね、ちょっと読んでいきます。カッコ4、本門の事案に前期判例の射程が及ばないとして、次に本門で賃借人による総裁の主張が抵当権の侮辱罪に優先されるかを検討すると、まあ、有効性が高いということを言っていきたいんだよね。自動債権である必要費の償還請求権と受動債権である賃料債権は前日のように同一の賃貸借契約から生じたものとして、牽連性が強くね、しかも賃借人が賃貸目的物のために必要費の支出をした場合、本来費用負担者である賃貸人にその費用償還請求をすることに対する、ね、期待強く保護されるべきだと。また必要費の支出は抵当目的物の担保価値を維持する点で、抵当権者のにも利益にもなるんだということね。必要費を出せば当然その担保価値が、まあ、あるわけですから、それは抵当権者の利益にも、まあ、なるでしょうと。あ、これちょっと誤植です、すいません。線引いてないということだけど、線引いてあると、またカッコ4の下から3行目、必要費の支出は抵当目的物の担保価値を維持する点で抵当権者の利益にもなるためだね。あっていうのが余分な字が入っちゃってるけどね、このとこね、利益にもなるため、賃借人の総裁を認めてもね、抵当権者を不当に不利に扱うことはならないと。まあ面白いこと書いたつもりではいるんだけど、ちょっと長くなっちゃったなと思ってね、さっきの私の、まあ、メモみたいに書いてさらっと流すのもありかもしれないかなと思ってね、それでちょっと考えました。まあ、以上のことから、必要費の、費用償還請求権を自動債権とし、賃料債権を自動債権とする総裁に対する期待は強く保護されるべきで、設定登記済みの、ね、抵当権者が物流代による賃料債権を差し押さえた後でも、まあ、総裁適所の要件さえ満たせば総裁できるんだという形のことを、まあ、言っておいてくれればよかったかと思いますね。で私なんでこんな書き方気にしてるかっていうとね、私毎年年明けゼミをやって、一緒に受験生と一緒にね、答案書いてるんですよ。でそういう時にね、まあ、普段まあパソコンで打つ時にこういうね、なんか立派なことは考えられるんだけどね、実は手で書くと、まあ、ここまでできないじゃないかと、すごく感覚で分かるのよ。時間かかって一緒に書いてるからね。だからそういう感じで、まあ、いろいろ答案の書き方は研究してます。こんな感じでね、毎年毎年ね、年明けゼミやってるんですけどね、常にこう壁にぶち当たりますよ。普段こんなに勉強しててね、まあパソコンで打ちゃこんないい色、あ、まあ、これいい文章って言わない、別にこれこと言ってるわけじゃないんですけど、まあいろいろね、いい文章思いつくんだけど、まあ、手書きで書くと大変だよなってね、まあ、いろいろありますけども、まあそういうのね踏まえて、こうね、何をどう書くのかってことをいつもこう気にしてますね。さっきのほら抵当権侵害のところでもさ、損害の発生のところ、最初からもう損害の発生がないような事案だったら、わざわざ709条の他の要件なんか書いてると時間なくなっちゃうから、さっさとね、その損害がないんだってことで切っちゃいなさいって。それはもう答案全体のこと考えて、そうやってね、答案戦略上ね、そういうふうに考えてるんですよね。はい、で
で最後ですね、総裁適場の要件だけ検討して総裁できるって結論出しておきましょう。括弧5以上の観点からですね、G による総裁が認められるとしてもね、実際に総裁が認められるためには総裁適場505条1項本文の要件を満たさなければならないと。本文では G は B に対してね、平成24年9月9日に支出して直ちに召喚請求できる30万円の必要費の召喚請求権を有し、というわけで、一方 B は G に対してね、同額以上の陳情債権を有するということで、はい、これ総裁適場の1個目の要件ね、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担しているということ、それから解釈論上を、そのさっき言った通り、ほら、自動債権が弁債権にないと相手方にね、その弁債権にない債権の履行を強制することになっちゃうから、解釈論上自動債権が弁債権にあるってことがまあ必要になってくるんですけど、自動債権もね、さっき言った通り、必要費の召喚請求権って直ちに召喚請求できるから、直ちに、まあ、言い方変えれば弁債期が到来するものですから、債務が弁債期にあると、まあ、言えるということでね、総裁適所の要件を満たすと。したがって、G の主張が、ね、認められますよって話ですね。34ページちょっと見てもらえますかね。総裁の適場の話はね、司法試験で言えばこれが初めてじゃなくて、こんな形で別にメイン論点じゃないんだけど、総裁の要件に当てはめして結論出さなきゃいけない問題ってまだ出てるんですよ。だからこれはね、押さえておいた方がいいと思います。というわけでね、34ページです、総裁の実態法上の要件というところですね。丸1、総裁が可能となる要件を具備している状態を総裁適場と言います。551項本文ね。で、総裁適場が認められれば原則ね、総裁が許されることになってますね。あとは、まあ、実際総裁が認められるためにはこの丸2ね、総裁の一生時、まあ、形成権なんで、総裁の一生時が必要になってきます。その一生時をすることによってね、総裁適場を満たしている時であれば総裁の効果、要は対等額でね、債権債務が消滅するという、まあ、効果が生ずることになってきますね。で、丸3、ただし総裁が禁止される場合に当たるときは例外的に、ね、総裁することができないということで、いろいろ条文を挙げておきましたので、ね、後で、余裕があるときに見といてもらえればと思いますね。で、総裁の適場の要件をまとめますと、この下のところですね、総裁適場の要件丸1丸2って見出しつけているところです。総裁適場が認められるためには丸1、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担すること、すなわちと後だけど、当事者間で、ね、同種の目的の債権債務が対立していることになります。それから丸に、ね、自動債権が弁債期、本当に一番短くならこれが総裁適場の要件になります。で、ちょっと解釈論を入れて長くするんだったら、この次のブロック2つ目のところ、次のブロックですけど、総裁適場が認められるためには条文上は双方の債務が弁債期にあることが要求されています。ただ総裁をするものは、ね、事故が相手方に対して大債務、自動債権につき、ね、期限の利益を放棄できるということで、ほら、さっきの事案だったら賃借人が総裁しようとしてるじゃないですか。その賃借人が賃貸に対して持っている自動債権は弁債期到来してないといけないんだけど、その相手方の方から自分の方に向かってくる債権に関しては、別にその自分の方で弁債期を、期限の利益を放棄してね、ることもできるんだと、そんな感じのところになります。というわけで、自動債権が弁債権にあれば自動債権について期限の利益を放棄しても総裁することができた。ただ一時総裁のところがメインになってないのにこんなのやってられないから、だからその上の黒丸のところね、実際は総裁適場の要件を結論先にパッと出してね、それで当てはめをしていくような感じになってきますね。ただしこの総裁適場のところがメインで論文試験出たら、それはやっぱちゃんとね、丁寧に、やっぱ条文と違う内容になってますから、そこはちゃんと手に書くべきでしょう。だからここも結局何をどこまで書くのかっていうのはその問題に応じてなんですよ。そこのところがやっぱメインに聞かれてるんだったら丁寧にやるしね、メインじゃないところを丁寧にやると他の大事なところが書けなくなっちゃいますので、常にね、答案全体のバランス考えて何をね、どこまで書くのかっていうのは決めていく必要が出てきますね。というわけでですね、実際今後の試験対策としては、まずこう論文試験に書く規範とか、ね、効果、要は私のこのインプットのテキスト、即死インプットの講座でいうとここ黒丸つけてるようなところなんですけど、そこをしっかりと理解して、記憶をしていくってことがすごい大事だと思います。そして、実際それをやっぱりインプットしただけでは文章を書けるようになりませんから、やっぱりこうね、過去問とかその他こう問題を通じて答案の形で知識を入れていくと。で、それは私の秋の方で矢島の、ね、論文完成講座っていうのをここでライブでやりますけど、通信講座とかもありますけどね、そういうんでやってもらえるのも一つの手だと思いますね。というわけで、必要な論文に書く必要な知識を入れて、でそれを答案の形で知識を、ね、ちゃんと頭に入れていくんだという形ね。でそれからゼミとか討論とかでも何でも構わないし、自分各自で答案時間か測って書いてくれても構いませんけど、とにかくね、そのきちんと自分がその問題解くことができる文章能力が身についているかどうかというところね。でそこやっぱね、思ってるのとなかなか思いできないと思うんですよ。時間測って書くとね、結構厳しいことが分かると思います。でもそれを訓練することによって、時間内にそこそこの文章を書けるようにだんだんなってきますから。でも逆にそれをやらない人って絶対合格する力身につきませんのでね、ですので、インプットをとにかく効率よくやって、でそれを今度答案の形でやるならこういう答案の形で知識を入れて、で実際手を動かして時間を計って書くのは本当に大事ですからね、そういう感じでやってってもらえばと思います。じゃあ今日の、授業は終わりにします。